ジョン、こんにちは。さあ、約1年ぶりにやってまいりました、はい、禁断の企画です、うん、これはもうどこのメディアもやりたがらないし、はい、やらない、うん、ネガティブ情報満載の禁断の企画、はい、今年もやってまいりました、はい、前年度、前年度ドラフト通信簿、全然前世みたいになってる。そうですね、うん、この企画もう3年目じゃないですか、はい、だから資料も取ってあるので、はい、3年分のドラフトを見られるという、はい、なんて言っても2019年10月18日、はい、ドラフト当日の新聞、はい、残してます。はい、はい、19、20、21、ね、今年はだから10月20日、はい、ドラフトですけども、うん、まだ今日はですね、9月15日14日14日、9月14日、はい、あと1ヶ月ですけども、うん、通信簿を12球団やって、うん、でどの球団、どのチーム、何を目安にどういうポジションを取った方がいいのか12個やるんで、はい、もう今からやらないと、うん、時間がなく取りかかれないということで、はい、シーズンも終わっていませんけどもやっていきたいと思います、はい、だからまあ今日までの成績ですね。そうですね。のまあでもそんな後ね、15試合前後しかないから、うん、はい、そんな変わんないね。そうですね、うん、そっから、うん、はい、100で100ぐらい打てばね、うん、話は変わるけど。はい、何問題あるの。そうです。さあ、ということで、はい、開幕、うん、この通信簿開幕はじゃあ古巣ロッテからで、おお、見ていきましょう。見ていきましょうね。まずは2019年、はい、ドラフト1位佐々木、うん、で佐藤俊哉、高部、横山、福田、うん、だこのまず19年から見ていこうかな、はい、これだから3年目ね、まあ、だ高卒の方もいるし、そうそうそう、うん、で3年目でどうだったかっていうね、はい、で当時ね、井口監督これ嫌だね、うん、その時言ってたコメントまた言われるんだから、うん、これ。そうですね、予定通りバランスよく取れた、佐々木は予想していた球団が他に行ったが4球団来てましたから育成も2人取れてしっかりできたと思います、うん、だからまあ良かったってことですよね、うん、まあ、そうですね、うん、ね、でその中で佐々木ね、はい、まあガラスの体だからね、はい、だからまあまだ今年も、うん、まあ、今もね疲労が抜けずローテーション飛ばして、でまた途中でね豆潰れたりとか100球制限あったりとか、まあまだ完全試合したとはいえ、はい、まだ一軍のローテーションピッチャーじゃないね、はい、だからまあまだアマチュア選手抜けれないね、まあ、でもやっぱり素材の良さっていうのは見せつけたなっていう感じはありますけどね、うん、でもまだ、うん、まだ一軍のローテーションピッチャーじゃないから、まあ、やることあるっすって、まだまだ、まあ、だから今年やったことをひょっとしたら来年もう一回やり直さなきゃいけないかもしれないけども、うん、まあまあ、期待、うん、まあ、通りですね、うん、もうみんな、まあ、それ完全試合するとは思わなかったとしても、はい、期待通りの活躍と成長を見せてるっていうところではまあまあいいですね、はい、いいですね、うん、で2位の佐藤俊哉、ね、キャッチャーいないっていうところで、はい、でまあ今年ね、だから今ねホームラン8本だから、はい、最低10本いきたいね、うん、残る試合で、うん、でまあ打てる捕手はまだちょっと肩書きとしては弱いね、まあ、キャッチャーで出てない時も多いですしね、うん、そうだね、うん、まあまあでもまあまあ3年目、はい、今年ね、まあ、でもまあまあいいステップアップ踏んで、うん、まあ、即戦力ではなかったけどね、はい、よく書いてるから即戦力でとかね、まあまあ、はい、はい、書いてるけども、まあ、即戦力ではなかったね、チームの戦力にはなっていると、うん、でちなみに俺は5年目に3割1分9厘ホームラン8本だったから、まあ、まだ佐藤さんで見たから、はい、まあまあまあいいでしょう、いいペースじゃないですか、そうそうそう、うん、でもここから上がってくれればいいけどね、はい、で次3位高部、おお、もう盗塁を確実、はい、40個はするね盗塁、うん、ね、2軍の帝王だったけど、はい、それを今年ブレイク、うん、して、うん、いい形だね、はい、だから3位で高部、じゃあ1、この2019年のドラフト1、いいね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 、で4位、はい、横浜、はい、専修大松のね、うん、横浜は2軍でどうなんだろうね、1軍では1試合だけ投げてる、うん、2軍で2勝3敗、はい、登板数29、3.48、うん、まあまあだな、まあまあ、まあ、高卒3年目だからね、はい、まあいい修行中でしょ今、うん、でもサイドスローで今年東条がね、うん、いい形になってきたから、はい、だからそこまたねちょっと競争だね、うん、まあまあまあ高卒だからね、はい、で5位福田、右投げ左打ちショートいっぱいいすぎる問題ね、同じタイプが多いって言ってましたもんね、うん、そう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 、キャラかぶり、うん、今年13試合打率1割6分7厘で2軍では1割9分3厘、うん、ちょっとあれだね、だいぶパッとしないね、うん、そうですね、フルキルスイング広角に打ち分けられる内野手、うん、
ね、まあそう肩書き通り頑張ってもらいたいですね、はい、まあまあ、勝手に言われてるだけだからね、はい、本人のせいじゃないけどね。そうですね、うん、はい、で育成で元前、おお元前投手、まあまあまあね、で上田、はい、まあまあここのドラフトはいい感じだね、まあ、1、2、3が活躍できてるなかなかないからね、で、2020年、はいはい、今年2年目ね、はい、1位鈴木翔太、はい、ね、あの早川行って抽選で外して、うん、で鈴木と言って、はい、うん、あのこの通りね、井口監督、左腕プラス先発投手で考えていたので我々の予定通りの選手を獲得できました、うん、早川投手も含めできれば2人欲しかったがそうはいかなかったけども左投手獲得できたっていうね、うん、鈴木翔太でもまあね、うん、このきだから一昨日の試合で、はい、あのめちゃくちゃいいピッチングしたの、はい、今年、うん、日本ハム戦そうでしたね、うん、だからまあ、うん、来年3年目、はい、勝負だね、うん、っていうところでは、でもまだ予定通りの活躍はしてないね、はい、想定通りのね、どうなんですかね、やっぱリリーフでも行くのか、いやだからあのどっちもパッとしないからどっちも座れないのよ、 あちょっと言い方厳しい、うん、ちょっとまあまあ古巣だからなんかこう、あこれでも12球ないしよ、意識してるか、うん、評価はだって褒めてほしかったら結果出すしかないから、俺はもう事実に基づいて言ってるから、そうか、期待値とかないから、はい、今の姿を冷静に分析して言ってるだけだから、はい、パッとしないでしょ、パッとする、はい、うん、まあまあまあ、しないか私それは仕方ない、それはもう仕方ない、仕方ないんだからもうね、はい、うん、それがもう、それこれな、ふざけんな、里崎と、はい、って言って頑張って結果出したら、はい、すごいって言うから、そうですね、褒めるときはめっちゃ褒めますもんね、そう、うん、ね、2位、はい、中森、ね、うん、まあ、まあ、赤石商業から、うん、高卒2年目どうなんだろうね、2軍は、はい、あれ5試合しか投げてない、まあ、評価の対象外、評価しようがない。3位小川隆生、うん、これあれ右投げ左打ちショートいっぱいいるんだぞ問題、うん、毎年とるね、はい、一軍出てたね、出てます出てます、うん、1割1分8厘、攻める守備で観客を沸かせる、昨年の日米野球でも、まあ、守備はいいね、でも守備じゃレギュラーなれないからね、うん、2軍でも打ってないもんね、1割7分8厘打たなさすぎやな、もっとちょっと打撃気合い入れてやんないとこれじゃレギュラーなれない、はい、59試合、まあでもあの評判通りだよ、守備はまあまあいいのよ、はい、うん、でも守備じゃなれないからね、はい、次川村時人、今年も結構投げましたよね、いや去年もいい感じだったけど、うん、ローテーション入ってくるかなって思ったけど入ってこないね、今年もだから、ね、4試合だ4先発、うん、2勝0敗、はい、で2軍でも2勝2敗防御率3.3、8試合登板あんまり投げてないね、怪我か怪我かな、な 投げてないもん、2軍でも8試合しか投げてないもん、ね、怪我ですかね、まあ、分かんないけどね、はい、そんな俺も毎日全試合見てるからさ、うん、2軍まで追っかけられないからね、そうですね、うん、まあ、これは仕方ない、はい、でもいい感じ、うん、西川いいのよ、はい、2軍で1軍はいないよ、うん、ホームラン8本、2割8分5厘、ああ2軍で、うん、いいのよ、あじゃあちょっと将来期待ですね、そう、うん、もう上げてきてほしいね1回も、うん、ほぼほぼロッテはもう無理なのよ、ほぼほぼ、はい、そうですか、うん、3位は、うん、ほぼほぼ、はい、だからこのもう西川選手とか、うん、このね来季のために一軍使ってほしいよね、うん、ちょっと経験も含めてっていう、うん、で育成が小川、小沼、山本、あ谷川、小沼、山本、佐藤、はい、あれ佐藤翔馬投手、そうだこの前勝ったじゃんね、はい、いい形で、うん、投げてますね、うん、まあ、あとは継続できるかが勝負ね、はい、であと山本打ってんだよね、あそうですか、11本ホームラン、だから山本、西川をちょっと一軍に見たいね、うん、どんなもんなのかっていうね、はい、で小沼もまあまあいけるかなと見せかけて、まあそんな結局は安定しないっていうところだったけども、うん、一軍で21試合登板 6.04、うん、もうちょっと頑張らなきゃいけないね、だからまあ一軍で言うと、うん、この回のドラフトは、まあ、パッとしないね、全体的に、まあ、まだガーンってこうちゃんと出てきてる方がいないという、うんうんうん、でもこの山本、西川高卒今年2年目、うんうん、これちょっと期待値あるね、ここ楽しみですね、ちょっと一軍で見たいね、はい、どうなるのかっていうのをね、うんうん、でもうちょっとこの鈴木は頑張んなきゃいけないね、はい、で川村怪我なのかなっていうね、うん、いい感じ投げてるけどね、はい、で小川もバッティング頑張れっていうね、うんうん、でもまあまあそんなまあパッとしないね、はい、で次じゃあ今年のドラフトね、1位松川、2位池田、3位広畑、4位秋山、5位八木、育成が田中、早見、長島田、村山、うん、で井口監督は最大のポイントが星でした、うん、松川を日本一の
球界を代表する捕手に育てていきたいと思いますって、うん、いうところで、うん、まあそんなパッとしないねまあでもまあ今年で言ったら松川くんはあれじゃないですか、もう高卒1年目で完全試合も受けて、まあでもノーヒットのな受けてるやついっぱいいるからね。いやまあそうなんですけど、だからまあ1年目と18歳1年目としたら頑張ってると思う。いやそうですね、うんうん、でもフラットにプロ野球選手のホストしたらまだまだやらなきゃいけないこともあるし、まあ打率1割じゃ寂しいから、うん、まあまあこれをスタートにして頑張っていってもらいたいなと、はい、まあでも1で取ったっていうこと自体はまあいいんじゃないですか。うん、だからまあ勝負だねここから、はい、うん、あの1位の選手も全員活躍しないからね、はい、で次池田ライト、はい、ね、右投げ右打ち、うん、1割3分3厘2軍では、うん、2軍でもホームラン2本しか打ってないね。うん、広畑ちょっと投げてますよね。投げて1軍でいるよ、ね、うん、あのカバーリングがすごいからね、うん、カバーリングだけのよね、あ12球団一番いいよ。あ、そうなんですか、うん、そうそうそう、カバーリングだけはね。でもピッチャーの本質的要素じゃないけどね、カバーリングだけ、カバーリングっていうのは、はい、打たれて後の問題だから、はい、打たれなかったらカバーリングいらないから。わー、そうですか、うん、でもカバーリングはね12球団で一番、俺が見た中で。でまずね、あの左にね4割2分1厘も打たれてるから、はい、対左バッターにあの、うん、もっとこう対策持って成長していかないとっていうところはあるね、はい、で今シーズンが26試合登板、大体敗戦処理だからね、うん、まあまあもうちょっと頑張ろうだね、はい、正直ね、うんうん、だってあの今年マルモリホス対広畑で球界を代表するホコタテ対決って言って、勝負どころのマリンで、はい、右ビッ、うん、対右ピッチャー打率1割台のマルモリホスと、はい、対左バッター被打率4割超えの広畑、ね、はい、この状況でどっちが勝つかって言ったら、はい、あの1割台のマルモリホスがスリーラン打って、で同点になったのね、はい、これ究極プロ野球界究極のホコタテ対決。なんか実況アナウンサーがそう言ってるのね、聞いてました。俺だってその時解説だもん。あ、そうでしたっけ。そう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 、うん、で次秋山誠雄、はい、まあ高卒だからね、うん、13試合3先発、まあまあやな、まあまあまだ評価の対象じゃない、うん、八木、はい、ちょっと一軍で投げたけどね、うん、そんなにパッとしなかったね。33番です。一軍20試合、うん、2.66、勝敗ポールドとかも14試合5、まあ、だから八木と広畑の戦いだね、うん、同じ右だしね。そうですね、うん、まあ、年代も近いというところで、うん、でまあ育成っていう、だからまあこの3年のドラフトを振り返ると、うん、まあ、この3年の中で絶対的一軍になってるのは、はい、まあ、佐々木、佐藤、高部、うん、でまあ松川だね、4人、うんうん、あとはまあ上がったり下がったりだから、うん、こう評価しようかな。はい、これ3年を含めた評価ですか。3年を含めたドラフト、はい、うん、だって取るときは良かったとか、うん、最高とかみんな言うじゃん、はい、だそれどうなってんのかっていう、はい、まあじゃあ ABC ランクで言うと、うん、まあ B だね。お、まあ、良くもなければ悪くもないっていう、うん、でそもそも佐々木が、ね、ここまでなってなかったら、うん、逆にもう D とかになっちゃうからね。まあそうですね、えみたいな、佐々木みたいな、うん、はい、なのかな。しかもまあほぼ全員が、うん、19年ドラフトだから、はい、この20年21年ドラフトでチームに欠かせないといけない存在になりきれてるのいないからね、まあ、正直でほぼほぼレギュラーになってるのがこう2年で言ったら松川選手ぐらい、ね、またこれもその松川の力っていうか、まあ、他の人の低たらくっていうのはあるけども、うん、あとチームが松川を育てたいと思って使ってるっていうところもあると思うんだよね、はい、うんうん、だそういったところではまだやらなきゃいけないところが多いから、はい、っていうことで、あと佐々木朗希とセットで評価されてる部分もあるし、うん、だから佐々木朗希が投げなくなってから松川のことをあんまりトップニュースで扱うところ聞いたことないもんね。あ、ニュースでね、はい、だからそこら辺を脱却して一人で評価されるようにならなきゃいけないよね、うん、まあ、そうです。佐々木朗希投手、佐藤、ね、選手とも組みましたしね。でもそんな変わらないじゃん、うん、っていうことは誰が受けててもそんな変わらないってなってくると、はい、よりね打つことが試されるようになってくるから、はい、まあ、でもこう見ると2019年ドラフトはいいですね。ちょっといいね、1,2,3 が活躍しているというところで、うん、そうそう、でもそこ20,21活躍してないからね、はい、だからそこら辺が選手層の薄さを埋めきれてないね。うん、じゃあまあ評価は B、 まあ心、まあ、3人いるからね、はい、まあこれが基準だね、はい、B だね、 B、うん、じゃあ他の球団はねどうなってくるのかっていうね、はい、さあドラフト通信簿ね、今回は、はい、DeNA です。おー、 DeNA 行きましょうか。今2位で、はい、ね、頑張ってますから。追い上げすごかったですね、これでクライマックスシーズンね、うん、どう戦ってんのか、うん、まあ、この動画が出るのがいつか分かんないんで ね、 そうですね、どんな試合状況か分かりませんけど、はい、まさかの逆転優勝してますかみたいな ね、 ね、気になるとこですね。じゃあ通信もね、はい、まずは2000
19年、うん、森坂本、はい、伊勢、東、田辺、海老名で浅田、はい、でラミレス監督当時、うん、一番欲しい森が取れた。彼は将来スーパースターになれる存在。2位の坂本、3位の伊勢もチームに貢献してくれると思う、うん、非常に満足しているっていう、うん、いやこの年、加藤さん、全体的に見て DeNA が一番いいなんかドラフトだったんじゃないかって言ってましたよね。そうなんですよ、言ってたんだよ。だから、雑誌とかね、うん、記事とかでは、はい、DeNA はドラフト戦略ダメやって言われてたんだけども、はい、そのチームの足りないところを補強した戦略としては、一番いいドラフトって言ってて、はい、でその中で、まあ、1位、森ね、はい、まあ、今年3年目っていうところで、うん、まあまあまだまだだね。そうですね、出だし怪我しちゃったんですよね。そう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 、うん、でもまあいいところを見せてるから、まあ、着実に成長はしてるかなっていうね、はい、高卒3年目、はい、で2位が坂本、はい、ピッチャーね、うん、いやキャンプ見た時よかったんだけどね、はい、もっとやれるかと思ったけども0勝4敗、うん、5.60、まあ、2軍でも4トンス、リリーフで投げてましたよね。そうそうですよ、あ本当だ、6試合投げてる、はい、でもなもっと頑張るけどなんかパッとしないね。うん、で3位伊勢、もう今、はい、伊勢大明神だから本当になくてはならない存在になっててね、はい、今思ったら3位ね、うん、もっと上で取れたのにね、うん、他の球団、まあね、うん、今となっては、うん、はい、で4位東、うん、まあ、高卒キャッチャーですからね、キャッチャー、うん、2軍で54試合2割4分8厘、うん、まあまあやな、まあいい感じで、いい感じやと思う、はい、ここからやな、まあ、高卒3年目ですから、うん、で田辺、はい、内野手、うん、高卒、これも海星高校から、今シーズン1軍でも4試合、違う、ちょっと出てるね、はい、4打数3試合出てます。2軍で2割5分8厘、ホームラン2本、まだ初ヒット出てないみたいです、うん、まあ、まあまあこれからでね、うん、ちょっともうちょっと評価先だね、はい、まだ評価の対象じゃない、はい、海老名、うん、出たね、ちょっと出てます、出てます、2割4分7厘、はい、まあまあまあだね、うん、もう早めに頑張らないと他の選手に取られちゃうね、はい、で津田浩太、浅田翔太、浅田翔太、名字も名前持ってなかったみたいな、どこ見てたんだろうな俺浅田です、浅田翔太選手、はい、まだ1軍出場は2軍でも20試合 12.93、うん、ちょっと頑張んなきゃいけないね、はい、まあまあまあ普通だね、うん、普通、まあ、でも出てきてる方はいるという、そう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 、で、20年、はい、入江1位、うん、入江は右では一番いい投手、うん、今永東が故障して来年の心配があり先発で使える戦力投手欲しかった、うん、右では一番いい投手、うん、まあ栗林の方が良かったけどねえ、うん、すごいストレートに言うなと思っていやだってあと伊藤博美の方が良かったけどね、あ、そうか、同じ年か、うん、はい、うん、だって右では一番いい投手って言ってるから、まあでも、うん、まあまあ、でもね、うん、まあ、一番いいかどうかは分かんないけど、俺にはね、はい、でも一番いい成績でないことは分かるね、今のところね、うん、はい、そうそうそう、いいフォローだねこっからグーンっていくかもしれないし、そうそうそう、未来のことは誰にも分からないけどね、はい、でもまあこのね、2年目の現状で、うん、右では一番いい投手と吉田顧問は言ってました、はいもうなんかちょっとトゲありますね、なんかトゲトゲしいですねそうなんですか、はい、あれおかしいな、まあまあ事実として言ってましたよね、そうそうそう、うん、書いてんだから、はい、そうです、俺が想像で言ってるわけじゃなくて書いてる、はい、ね、で入江真希、うん、松本、小深田、うん、池谷、はい、高田、あ、池谷君なんか袴田さんがめっちゃいいって言ってたよ、高田と、この2人私が DeNA に押したら2人とも入ったんですよねえ、はい、でどうだったん、左ピッチャーで、まあちょっとまだ2人ともね、ちょっとまだですかね、池谷、はい、53番です。一軍ちょっと投げてるやん。そう、ちょっと投げてるんです。一勝してるやん。はい、そうです。二軍で防御率1点台だよ。はい。これいい決断したね。はい。二軍の防御率1点台はいいね。そうです、ね。傾向にあるっていうこの里崎チャンネル内で評価の基準として。6試合しか投げてないんですね。まあまあでもね、うん、楽しみだね。はい。で高田、でも一軍投げてるよ。あ。24試合登板、4.23。え、1軍で20、それファームじゃないですか？2軍だと。そうですよね。まあまあこれからだね、うん、まだ高卒だしね、はい、そうです。で、右の一番いい投手の入江、はい、でも4勝だからね、うん、2.77、はい、今シーズン、はい、だからまあいい傾向にはなってきてるよね、うんうん、だからこっからうまくグングンと49試合登板だから、はい、
もう50試合だからね、うん、評価の対象としては、はい、いいよね。なんかこ中盤から出てきたんでしたっけ。そうそうだね、うん、1年目はね4試合登板しかなかったけども、はい、こう2年目にしてね、うん、もう多分50試合登板は行くんちゃうかなっていうね、はい、ところで、いや右で一番いい投手になる可能性あるね。 なる可能性あります、うんうん、あります。いい感じ、いい感じ、うん、で牧もう、はい、もう牧だから、はい、なぜ、はい、牧を1位でいかんかったんやっていうね、はい、いやただこの年の1位そこみんな結構西武とか牧でよかったんちゃうこの年ソフトバンクとか牧欲しかったんちゃう。いやーそんな感じですね。野手行ってるからいたのにね、はい、でも、はい、あの三原球団代表は牧選手はうちの補強ポイントに合う2巡目で獲得できたのは非常にラッキー、うん、非常にスムーズでバランスの取れたドラフトでした。私自身は満足しているっていう、うん、ね、まあ、でもラッキーだったんですね。残ってていやでもこれねもう今やね、うん、9回のマーキーだから、はい、これは大きいね、うんうん、で、松本龍之介、はい、ピッチャー左腕、これでも高卒だもん、横浜高校だもんね、はい、うん、1軍は三笘、2軍あ投げてない、はい、怪我か、これ怪我だな完全に。プロフィールに登板成績が載ってない。おお、じゃあまだですね、怪我だね。小深田大地はまだ1軍の出場なしですね、うん、2軍では2軍2割8分2厘、おお、まあまあ、うん、88試合、うん、結構出てるね、出てますね、うん、まあ、高卒2年目、うん、がで今年のドラフト、はい、で育成で石川選手投手加藤投手取ってるとね、琴野、はい、まあこれ高卒だからね、はい、まあここからここから、うん、で徳山、はい、相馬2軍で2勝5敗、うん、まあまあまだまだだね、はい、即戦力ではないね、ルーキーですから、うんうん、ちょっとさっきピッチャーから見ていこう。あと三浦元治、おさこの間なりましたね、法政、うん、4試合登板、はい、11.37、 まあ頑張りましょうだね、はい、深沢大輔2軍で 2.45、うん、でも3試合だからね、はい、まあまあ高卒だしね、うん、野手、はい、相原龍之介、140、51試合で1割9分3厘、バッティング頑張りましょう、はい、ね、はい、まだここからです。あの牧がいるからね、頑張んないとずっと出れなくなっちゃう、まあでも高卒だからね、うんうん、で、梶原浩輝、はい、1軍でもいいところ見せたけどね、2割6分7厘、うん、2軍でも2割6分7厘、うん、ちょっと出てますね、うん、6試合、うん、まあまあだね、うん、でまあ、ここは、まあ、まだ評価の対象外だからね、うん、高卒選手結構高卒が多かったですかね今年の。そうだね、うん、半々、まあ、でもほぼほぼ決まってるしね、はい、で森とかも3年目で出てきたっていうのもあるしね、はい、で牧いて伊勢いて、うん、何人ですかじゃあ、今こう1軍での活躍というのでいうと、まあ、絶対外せないでいうと伊勢と牧、はい、うん、じゃない。でも入江も出てるし森ね、うん、入江森で4人くらいはこう一軍選手、まあ、そうだね、そうだね、うんうん、でまああと高卒も多いしね、はい、そういった意味ではじゃあランクを、うん、はい、決まりましたか、はい、はい、A です。おお、 A 来ました。やっぱだってさ、はい、3年のドラフトで2人球界トップクラスいるって大きくない、うん、まあそうですね、やっぱ伊勢と牧、はい、これもう球界トップクラスじゃん、うん、その球界の中この3年間のドラフトの中でこれを5人も6人も無理よ、はい、でしかももし1年に1人スーパースターいたらこれはもうすごいことだけど、はいはい、その中で2人、うん、ベイスターズのレギュラーじゃなくて球界のトップクラスがいるっていうのは、はい、もう A だね。おお、このね、酷評、うん、ね、はい、2019年ドラフト酷評してたあなた見てみろ伊勢いるやないか、はい、まあ、1年に1人出してるっていうね。いや 1人で出たらすごいよ、はい、だって球界を代表するだからね、はい、だから侍ジャパン入らないとしても、うん、入る可能性があるかも選手が、はい、3年のうちに1人いるって。しかも去年はね、だから2年目3年目の選手がいるって着実に成長もしてきてるからいいじゃんね、はい、であの去年、今年1年目の選手たちはまあまあいたらラッキーだからね、はい、そういった意味では、まあ、入れ投手もいい感じで出てきてはますから、ね、そうだからもう A だね、うん、おこれは、はい、でこれでもし森がね、うん、なってきたらすごいね、はい、そうですね、4年目5年目で、うん、これはやっぱり DeNA いいドラフトだったね、うん、そうかもしれないですね。坂本選手もこれからまだまだね、うん、そうでしかもやっぱ下位、うん、ね、下の順位の選手も頑張ってるからね、はい、そういったところではいいんじゃないでしょうか、うん、さあ3球団目、はい、ドラフトチェックというところで今日はですね、はい、
日本ハムファイターズですね。おまあ、ファンはね、まあ、今年も最下位に、はい、なってですね、まあ、なってっていうか、まだ決まってないですからね。いや、もう決まってるよ。まあまあまあ、まずまあ一応最終順位で確定。だってビッグボスが1位から4位か面白いって言ってたもん、テレビで。 あ、そうですか、うん、ファン何だったっけ、あの歌番組で、はい、あの1位から4位までが面白いから、もうロッテと日本ハム入れてないから。あ、そうです。最下位で、はい、もう、まあ、まあちょっとゲーム差的にもね。そうそうそう、はい、さあということでね、はい、じゃあまあ19年、うん、この年のドラフトはね、はい、栗山監督、投手陣は何とかしなきゃいけないところで、うん、うまく指名のバランスは取れている、うん、いいドラフトだったと思う、うん、早く特徴を生かせるようにしてあげたいって、うん、って言ってんだよ。この年私たちもこう分析してたじゃないですか。そうそう、この年は、うん、あのピッチャーが日本ハムいないから、うん、大谷もいなくなって、うん、でその中でピッチャーをどうにかしなきゃいけないっていうところで、もう即戦力右腕の大卒社会人、うん、出身者をもう上位で川野ね、うん、で盾野ね、うん、であの鈴木健也、はい、で、望月っていうところを取って、うん、どうにかしなきゃいけないっていうのがもうメッセージとは伝わるから、いいドラフトだったって言ってたんだけども、軒並み活躍しないっていうね、期待通りと、はい、ほとんど大卒以上ですもんね。そうそうそう、うん、でその中でね、はい、じゃあいやまず川野ね、川野、うん、これ佐藤さんのね地元の、そう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 、で、まあ、先発したりリリーフしたりってなるけど、今年もね防御率 5.40 と、はい、うん、年度で1年目がね12試合に登板と3勝5敗、2年目も40試合登板3勝6敗で、今年15試合登板、うん、0勝2敗、まあ、パッとしないよね、うん、はい、だからまあそももうね、もう一番の課題は明白なのよ、うん、先発ローテーションを回りたくて左ピッチャーだったら、うん、チェンジアップかフォークツーシームを、うん、もうどのカウントでもどういう状況でもカウントを取れる球種として持ってないといけないところ、うん、まあ、カーナー持ってないんだよね、はい、だからもう入ってくるボールしかないから、状態良かったらそこそこ抑えれるかも分かんないけど、うん、やっぱりローテーションを回って長く活躍できないっていうのはもうこの近年の左の先発ローテーション投手を見てたらもう明白なのよ、はい、でそれを3年目にしてもまだ克服できてないっていうところで、うん、で去年はリリーフになってめっちゃ良かったの、はい、だからもう先発は今の状況だと難しいから、うん、リリーフするしかないと思う、はい、生きる道としては、うんうん、このままだと、もしくはその球種を選ぶか、はい、でもまあ1位の左腕としてはちょっと期待通りの活躍はね、うん、なかなかできてないね、はい、で2位立野、ね、今年1勝2敗 10.13 と、うん、で2軍でも10試合投げて 4.71 と79と防御率、はい、で4位鈴木健也投手、はい、アンダースローにしてね、うん、サイドスローからというところで16試合登板 2.73、 だからまあこうアンダースローにしたばっかりだからね、はい、だからここが馴染んでいけば、うん、アクセントとしては面白いかも分かんないけど、はい、まあ、まだこれっていう感じの絶対的っていう感じじゃないね、うん、そうですね。で望月大輝、うん、1軍では、うん、9試合登板防御率7点台、で2軍では20試合登板の防御率 2.57、うん、まあ、2軍ではねいい感じで来てるのかもしれないけど、はい、まあ、まだちょっとまだパッとしないね、はい、であとは野手だね、はい、で上野恭平選手、はい、うん、これ今年ねデビューしましたよね、したよね、打ったよね、うん、はい、打ったと思います、なんかいいところでね、うん、でもまあ打率0割7分4厘2軍でも1割台、はい、で梅林選手、はい、打率1割2分8厘、はい、試合18試合出場、うん、2軍では2割7分5厘で片岡選手、まあ、今年ビッグボスの補充で全員1軍でほぼほぼ使われてるからね、はい、13試合出場打率1割2分5厘、2軍で2割3分3厘、まあ、全体的にもパッとしないね、うん、球団が思ったようには取れたけど思ったような活躍はできてないです、はいはい、で、20年20年見ましょう、はい、1位はもうね、うん、栗山監督、伊藤は北海道出身で絶対に縁があると信じていた、うん、先発抑えとどちらもできる可能性があるピッチャー、うん、指名全体としては本当によっしゃーっていう感じだ、およっしゃーって佐々木恭平さんだね、よっしゃーって言って福留引いてね拒否されるっていう、はい、そうですか、はい、まあ伊藤色味はね、うん、もう文句なしじゃないですか、文句なしの久方ぶりの新人から2年連続2桁勝利、はい、西崎さん以来かな、うん、っていうところになって、もうこれはもう完璧だね、はい、で2位磯畑、まあ怪我もあったけどね、うん、まあちょっとパッとしないね、はい、磯畑あれですよね、サニーブラウンに勝った男ですね、うん、そう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 、でも結局ね足だけじゃダメなんだよ、はい、あの塁出ないとね、うん、まあでもまあ怪我もあったからね、まあ、ここからどうなるのか、
で古川今、はい、外野も、ね、うん、外野を守ってるからね、はい、で結構1番とか3番とかね、うん、打ったりしてるけども、打率2割1分5厘だ、打率2割2分か3分以下の選手はもうダメなんだよね、ビッグコース言ってたんだもんね、だからもうダメだよ、そうですか、2軍でも2割5分3厘ホームラン2本、はい、で細川良平、はい、まあ、高卒2年目なので、うん、そうだね、内野手、うん、2軍でも1割だ、はい、これ根本遥かいいんだよね、はい、いい感じで投げてたんだよ、でもさっきちょっと今川見るわ、はい、今川、まあ、4番打ったりで、うん、まあでもほぼほぼ何番でも打ってっちゃう全員誰が何番か分からんよな2割3分2厘お今川もギリギリだよ、残り試合で落としたらもうトライアウト失格になるよね、おだって2割2分以下はダメなんだもんね、あれホームラン何本打ってますか今、9本、9本か、うんうん、もうすぐじゃん、でピッチャーは根本、佐藤さんあれじゃないですか、新人を候補に入れてませんでした、根本投手入れてたよ、入れてましたね、今年いいと思って、うん、でもいいところあんのよ、はい、出してんのよ、防御率 2.47、 お、2勝3敗1ホールド、10試合登板で2軍でも 2.23、来年あたりいいかも分かんないね、そうですね、根本はでもあれじゃないですか、今年いいピッチングしてるの早く変えたりよく分かんないとこあったのよはい、でなんかタオさんが変えるの早いっちゅってプロ野球ニュースで岩本さんと五十嵐が擁護してて、はい、で俺次の週日曜日出たから、いやでその時また根本あって、はい、でそれ長いイニング投げて勝ったのよ、うん、はい、だからいや先週タオさんがもっと投げさせればいいのにって言ってましたけど、うんうん、僕もテレビ見ながらそうだろうって思ってましたけども、はい、ね、結局今回長いこと投げて結果出たんで、うん、やっぱりタオさんの意見は正しかったんじゃないのかなと思います、言ってやろうと思ったら、はい、振られなかった、あ、振られなかったですか残念、それを多分食い取ったのか、はい、あ、持ち上げたりに言ってたんじゃないですか、言ってたよ、うん、あ、じゃあもうそれは喋らせないっていうの、言われたくなかったのか、はい、振られなくて、うん、言えなかった、絶対言ってやろうと思ったの選手から流れ、はい、でもこう2020年19年に比べたら出てる選手っていうのはすごく、まあ、でもそれはビッグボスの方針で一軍で使ってるだけで、うん、自分の力で一軍を勝ち取ったやつは何人いるのかっていうところと、はい、いないから出てるんちゃうかっていう、あ、のがちょっと否めない、はい、正直、うん、結果だけ見ても、はい、で今年、はい、今年のルーキー立つ、はい、天理有園、水野、坂口、黒柳、長谷川、松浦、北山、上川畑、育成が福島、早水、でもまあね、栗山監督、立つはまっすぐで押し切れてスケールとしては世界で勝負できるくらい成長の幅が大きく見えた、うん、まあでも高卒のこの選手たちは、はい、まあまあ、うん、費用から対象外だからね、はい、まあ、ここからどうなるのかっていうね、うん、まあ、ところではね、先生一押しの北山くんが、でもちょっとあれだね、期待値より低いね、あ、もっとなんかオープン戦とか出だしのあれ、やっぱり開幕投手あれちょっとミスったな、そうですね、やっぱ新人としてはちょっとリズムも含めて、うん、何気にね、まあ、すごい話題になりましたけどね、ちょっと俺はあれちょっとね、うん、やっぱ新人としてはそういうなんか一軍での過ごし方とか準備の仕方とか多分ねちょっとミスだったと思う、俺は個人的に、あ、そうですか、うん、はい、でも上川畑がね、うん、今いい活躍してて、はい、だって今ビッグボスが合格なのは松本、はい、近藤で谷内らしいんだよ、はい、この3人だけらしいんだよ、なぜか、はい、俺は上川畑も合格ちゃうかと思うんだけどね、うん、ドラフト9位でいい形でね、うん、最初は水野がね、はい、ショートなんかなんのかと思ったらね、うん、っていうところあるけども、まあ、あともう高校生はね、まあ、こっからだね、はい、うん、結構高校生多く取ってますからね、うん、長谷川投手ちょっと見てみよう、はい、大卒だから1軍では1試合、2軍では 2.25、 8試合登板、うん、まあまあまああんまり出てないね試合、これからだね、はい、さあじゃあどうしますか、このまあ3年間のドラフトを見たときに今現状これね、みんな間違えちゃいけないのはね、はい、来年にはまたこの評価って変わってるからね、うんうん、成長してくる選手がいる、はい、だから今今年の現状の評価だから、うん、はい、評価はね、うん、C プラスだね、お、実際よ、はい、伊藤だけだからって、まあこうそうですね、一軍がっつり掴んでこう活躍してるっていうか、それはあるよ、 今川とかね、うん、まあまあいい感じきたなとか、はい、根本ね、はい、だから将来に期待できる選手は多いのよ、うん、この中でね、はい、あとはまあ上川畑北山とかね、
まあ、あの他高校の人たちとかね、うん、これなんで B じゃないのかっていうと、うん、はい、このねやっぱり19年がね評価を落としてる。やっぱりそのね1年目2年目っていうのは、うん、まあまあまだこれからもあるから、はい、ちょっとこのね温情的なのもあるじゃん、うん、でもやっぱり大卒社会人で3年目で、うん、しかもドラフト上位の選手で1軍に固定されてないのは、うん、今のハムの弱さが原因がこういうところにもあるよね。こういうところが響いてきてるっていう、そうこういうところで補わなきゃいけないときに補いきれてないから、うん、今の苦しさがあると思うって考えると、うん、ね、まあこう B になれないところがこの2019年のドラフトの現状のいい結果を生み出せないっていうところが C プラスなんだよね、うん、ここ誰が頑張ってたら B だったんだけど、ね、はい、まあ、もしかしたら来年にはここの選手たちがもっとそうそう上に行ってる可能性もあるし、はい、この2020年の、うん、伊藤博美のところのドラフトの選手たちが、はい、まあ、3年目っていうところでもう一歩ね一気にグッてね、うん、根本とかね、はい、来てる可能性もあるから、うんうん、まあその若い選手が多いんでね、また来年はこれを取っとこんでね、はい、あの評価がどうなるかは別として、はい、まあ、ちょっと19年のドラフトがね現状ね、はい、失敗です。はい、まあ、こうやってね言われないように、はい、ね、あの来年は頑張ってもらいたいですね。そうですね、はいはい、さあ今日はですね、はい、ヤクルトですね、もう優勝です。はい、多分まだ結果出てないけど、いやこっから逆転されてたら逆だよ。まあそうですね、もうマジックついてますからね、うんうん、まあ、まさかこっからね、はい、逆転されることはないと思いますけども、うん、優勝ですよ、はい、優勝と当たってるから、イエーイ、はい、優勝予想しました、ヤクルトね、買いだから開幕前に。でも俺お正月 DeNA って言ってて、はい、何気に DeNA もチャンスあったやろ、来ましたね、俺なんかいい目あんのよ、うん、本当もう序盤は絶対 DeNA もうね下の方勝つと思っちゃってましたけど、はい、でまあここでね、だからまあ19年、はい、ドラフトは奥川吉田、うん、杉山大西、長岡、竹岡です。この年いいんじゃないですかね、まあ奥川今年ね怪我もあって、こんなはずじゃなかったけどね、はい、奥川のせいでよ、うん、10元チャレンジ負けるじゃんこれ私佐々木朗希投手なんで確実に、はい、そんないなくなると思わんやん、最低でも高橋ね、うん、はい、とか中日の奥川がそれぐらい投げちゃうかと思ってたらいいな、うん、でも奥川投手いなくて今年こんだけ強いってすごいですね。だって先発下手したら10勝いないからね。あ、そうかも。高橋奎二もまだ8勝してんのにコロナになってるし、そうですね、何回なるんやっていうねで、はい、高津監督、はい、満点以上のすごくいいドラフト、うん、即戦力の投手を中心に高校生野手とバランスよく指名できた、うん、奥川君は完成度の高い投手エースとして支えてほしい、うん、即戦力はいなかったけどね。奥川投手2年目で10勝ってことか、うん、だから吉田選手、杉山選手、大西選手のことを多分即戦力って言ってるんだと思うけども、うん、まあ、即戦力はいなかったね、うん、でも、はい、ね、今現状で言った大西がね、うん、あの一軍でちょっとコロナとかでね、うん、途中抜けちゃったけども、かなりいい感じで支えてますね。そうそう、39試合登板 3.33、はい、ね、で年度別で言っても昨年も33試合だからね、うん、といい形でね、はい、優勝にも貢献して、うん、ドラフト用意ね、はい、いいね。吉田2位の吉田投手も先発してましたよね、うん、そう、いいピッチングしても勝てないみたいなねな感じでしたっけ、うん、で今年は、2試合登板、はい、先発、うん、0勝1敗、うん、2軍では4勝2敗、うん、でシーズンでいうと1年目14試合登板で2勝7敗、はい、2年目が16試合登板で1勝1敗、うん、だから、まあ、まだまだちょっと残念な形だね。その即戦力で期待してるっていうあの期待通りの活躍はしてないね、はい、で、杉山投手、はい、杉山浩輝投手、はい、20年は登板なし、はい、で昨年4試合登板、うん、で今年は1試合登板1軍で、はい、まあ、即戦力ではないね、うん、そうですね。で大西選手が頑張ってね、はい、で長岡、うん、もう長岡選手レギュラーよショートの、うん、でこのね長岡竹岡の同級生、うん、内野手、はい、でこれね長岡がコロナになった時に、はい、竹岡がねアピールしてましたね、アピールしてね、うん、あの競争は良かったね、うん、でも長岡はもうねショートの西浦とか、はい、いっぱいいた中での激戦ショートレギュラー争いね、はい、終止符を打ったね、今長岡が2割4ブロックリンホームラン8本、はい、だからまあ2割5分には乗せてね、うん、終わりたいね、はい、で長岡もでもね途中からちょっと出ただけで竹岡4割2分9厘だからね、はい、うん、これもね切磋琢磨して頑張ってもらいたいね、はい、いい感じですね回がね、はい、だからあの想定通りじゃないね、
うん、まあ、そうか、即戦力のピッチャー投手っていう、投手をだからヤクルトは打つけどピッチャーって言われてたから、はい、その投手を補強しようと思ったら、うん、投手がなかなか特に先発難しくて、はい、まあ、甲斐が頑張ったっていう感じだね、うん、はい、で20年、はい、20年ヤクルト高津監督自己採点は100点ですと、うん、大学生の投手2人とない外野高校生の投手保守とすごくバランスの取れたいいドラフトになったんじゃないのかっていうね、自己採点を100点と言いながらも、はい、早川鈴木を抽選で外して2回、はい、うん、木澤なのに100点なのっていう、またい もしかしたらそのね最初に取れてた120点だったのかもしれないです。いや、もうそんなこと言ってたら、じゃあ100点は何点なのっていう。まだ満足してるってことなんですよ。ね。でまあね、はい、木澤投手、うん、ちょっと入ってきた時はね、ちょっとなんかコントロールに難ありみたいな、うん、ちょっとイメージだったんだけども、うん、はい、今年はね、防御率 3.23、うん、はい、ね、50試合登板、うん、ね、8勝3敗といい形よね。今年に出てきたなっていう感じが、うん、出てきて、ね、はい、昨年一軍登板なしだからね、そう考えたらねいいね、はい、うん、で山野太一投手、はい、今年一軍登板なし、うん、2軍で防御率 7.11、はい、試合6試合登板、うん、怪我かで内山いいじゃん18歳からキャッチャーでね、うん、中村がいなくなった時も、うん、ね、まあ内山ね、うん、頑張って打つしね、はい、だから俺は本当にあの松川より今だったよ、うん、はい、俺は内山の方がいいと思うよ。あ、そうですか。今だとね、うん、まあ、それぐらいいい形をね、はい、活躍してるしね、うん、で元山、はい、ね、うん、これもあれだね、長岡との戦いにちょっと敗れちゃったね、うん、感じ的には1軍では 1割4分8厘、うん、2軍でも1割9分9厘、うん、これ竹岡にも負けちゃうね、はい、大卒なのにね、うん、ピンチだねこれ。ピンチ、そうですね、野球人生のピンチだね、うん、並木、はい、足で、うん、足早い。でも山崎幸太郎いるからね。そうなんですよね、山崎選手いいとこで打つからな。そうそうそう、パンチ力も何気にあったりね、うん、するし守備もいいし足もいいっていうところでね、うん、この並木が入っていける隙間がねないのよ。そうですね、今年10試合、うん、1割8分で2軍では2割6分8厘、うん、まあまあかな、まあ、なかなかちょっとでも外野もね、うん、青木もずっといけるわけじゃないしね、はい、まあ、そこら辺どこまで食い込んでいけるか勝負だね、はい、あとカテカル、はい、投手11試合登板1勝 6.16 防御率2軍 で、はい、うん、まあ高卒だしね、はい、こっからだね、まあって感じだね、うん、まあ、でも出てきてる選手はいますからね。まあまあそうだね、はい、これ誰も出てきてなかったらやばいからね。いや、まあそうですね、確かに、確かに。で昨年、はい、ドラフト高津監督、はい、山下君はすごくまっすぐに力があり、うん、右打者を打ち取る球種もある、中心選手として大きく成長してほしい、すごいまっすぐに力がある。まだ俺見てない。そのまっすぐですか。うん、すごいまっすぐまだ見てない。どのぐらい投げました、山下投手。いや、1軍で1試合も投げてないよ。あ、そうなんだ。2軍で6試合、うん、1.59、3勝、怪我か。最近多分1軍登録されたんですよ。そうなん、怪我かな、怪我だったかな、うん、出だし2号骨折したんですよ、ね、うん、ちょうど昨日一軍に初合流ってニュース出てます。あ、そうなの、はい、じゃあ見れるかもわかんないね、はい、うん、楽しみだね、うん、で2位丸山、はい、足も速いしね、ちょっと出たね。でも外野も激戦区だからね今、うん、2割3分2厘16試合出場で2軍では2割9分9厘、まあまあまあでもいい感じだね、はい、で柴田大地、はい、投手日本通ちょっと投げ1試合1試合だ 9.00、2軍でも 5.06、はい、26試合、うん、まあ、修行が必要だね、はい、でちょっとピッチャー先見よう、竹山、日向、はい、2軍で3試合、まあ、育成だね、うん、で野手、小森幸太郎、はい、まあ、これも高校生だもんね、はい、宇部工業2軍では2割1分7人15試合出場、はい、まあ、ここからだね、はい、こんな感じか、はい、じゃあそう考えて山下の怪我痛かったね、うん、疲労骨折ね、はい、うん、そうだね、ヤクルトの評価は、はい、B です。おー、 B、 まあ19年がね、はい、やっぱり長岡 大西と、うん、しっかりね結果を今現状出してるっていうところと、はい、だこの評価でかいね。奥川投手も2年目にはね活躍してますし、でも怪我してるから、まあ、現在ね、うん、だからダメだから、マイナスマイナスの増えてるから。あ、そうですか。そうだって
ここからどうなるかまだ分かんないじゃん。そうですね、戻ってこられるかというね。でまあこれね、昨年の木澤ね、はい、で内山っていうところがね、いい感じで出てるっていうところで、まあ19年がね、はい、しっかりこの2人がチームのね中心的選手に育ってるっていうところはね、うんうん、今一軍でねなくてはならない存在だからね、はい、非常にいいかなというところでね、はい、で木澤も2年目でね、うん、50試合登板して、はい、18歳キャッチャーもね、うん、だからまあだから1年目の選手たちがパッと全然しないけどね、はい、まあ、それはまあ1年目だからって考えてね、 B です。 B、 はい、はい、分かる。さあ今日はですね、はい、楽天です。はい、はい、動きました。どうでしょうかな。どうですか、良さそうですか。どうですか、はい、印象で、印象でここ3年、はい、出てきてるかな。でも早川投手とかね、うん、ドラ1で、ね、先発ローテーション守ってるし、パッとしてるな。そんだってもうあの入る時で言ったら、はい、いやもう新人王で、はい、何勝するんやろっていう、はい、これはっつったら、はい、もう1年目も10勝しなくて 9勝、うん、で今年ちょっと全体的に崩れてるよね。ちょっと勝てない、あんまり勝てないですね。勢いないもんね。あ、そうですか。フォームのバランスも崩してるように見えるし、まあ、じゃあ振り返っていきましょう、はい、19年からいきましょう。19年ね、うん、石井 GM は、はい、小深田はウェーバー順では2位で取れる可能性があったが、うん、ショート3塁でレギュラーを争えると思っていると、うん、育成3位指名のハワイ大山崎は試合下選手を脅かすポテンシャルって言ってる、うん、はい、マーキーね、うんうん、いやでも小深田選手は前活躍してますよ。一瞬危なかったよ去年、去年山崎に抜かれそうになって、はい、今年はねいいで、いい感じで、うんうん、この間も2本目のホームラン、ね、そうホームランね、から側から打ってね、はい、あれは大きかった、うん、で、うん、2位黒川、はい、3年目だけど、うん、なんか予想に反して出てこないね。一軍にいたりした時も序盤あったんですけど、けど打たないんだよね、うん、一軍だとなんかくるくるって言われながらも2割2分2厘でしょ、はい、で2軍では2割6分3厘、うん、まあ3年目だからね、はい、まあ、だから、ま、だ来年大卒4年目でしょ、はい、だからまあ5年目ぐらいに来ればいいけど、なんか思ったよりキーン来ないね。まあそうですね、うん、まあ、内容まだ人がいるっていうのもあるんですけど、うん、で3位鶴崎、はい、なんかそんなパッとしないよね、うん、今はちょっとパンプですね、うん、はい、11試合登板防御率 4.50、はい、2軍でも 3.65、うん、で1年目33試合登板 4.19、 2年目11試合登板 5.06、うん、ちょっとパッとしないね。はい、で武藤敦樹、今年ね、今年結構いい感じで出てきて18歳でしょ、はい、そうです、まあまあまあ、うん、黒川より光ってんじゃない、まあ、3年目同じ ね、うん、ね3年目としたら、うん、2割5分1軍で、はい、まあ、2軍でも結構打ってたしね、今年結構3割3分1厘、うん、ね、そうスタメンで結構出てましたからね、うん、だからまあそこら辺はね、まあ、外野はまだ辰巳とかね、はい、そのまあ外国人もそうだけど岡島島内とね、うん、左の女にタイプいるから、うん、あの怪我人が出たりしてね、はい、いいところでハマったけど、まあまあまあでもいい傾向だね。そうですね、うん、また来ると思いますこれから、はい、福森、はい、今育成になってます。あ、本当だ、怪我したのかな、じゃあかな、わかんないけど、まあ育成です、うん、はい、今期から育成という形になりました、うん、で滝中、はい、あ、滝中投手は去年10勝してますから、去年ね、はい、よかった今年グッといくかってなった時にちょっと今年は2勝8敗で 4.27、はい、パッとしないね、なかなかちょっと勝てずで、しかもここ最近緩急がつけてないもんで、まっすぐだから走り悪いのかなっていう。あ、そうですか。で、水上投手、はい、保守キャッチャーです、うん、まだ出てないんじゃないかですかね、2軍で0割7分1厘36試合、はい、で江川、小峰、はい、山崎、澤、うん、野、小峰投手ね出てきました ね、うん、今年ね、で山崎だってハワイ大でポテンシャルすごいって言ってるよ、はい、登録名マーキーになってるんですよ。あ、マーキー、うん、2割5分1厘ホームラン1本、ポテンシャル生かしてほしいですねって感じですね、はい、で20年、はい、右監督、うん、チーム内で切磋琢磨しながら高め合っていくことが大事だ部分、早川投手のような力のある将来性の高い投手が加わるといろんな意味で影響力があるっていう、うん、抽選にあってて、はい、早川投手、はい、早川ね、うん、昨年24試合登板、はい、9勝7敗防御率 3.86、うん、で今年17試合登板5勝8敗、うん、防御率 4.02、はい、
ちょっとパッとせんな。これはそうですね。あ、今日早川なんだ。負けんちゃうって思っちゃうんだよね。あ、そうですか。うん。へえ。今の早川見てると、はい、そのもう投げる前から。うん。それなんでなんですか。内容が悪いからピッチング。あ、そうですか。その強さもないし、うん、なんか踏み出して100離す時にもう60ぐらいになってるから、そう伝わってきれてないよね、なんか感じが。それなんかちょっとフォームが崩れてるっていうの、そうバランスがね、そう、そういうふうに見える、うん、へだからその自分の持ってる力をロスパワーしすぎてる、全体的に、ね、ような感じがする、はい、そうですか、うん、はい、だからもうちょっと練習方法とか変えた方がいいんちゃうかと思うけどね。うん。で2位高田、はい、ね、1軍では1試合ですね、うん、2軍では9勝2敗、だから2軍でいいんだよ、うん、だからね楽天のね、うん、一つのね絶対的な A クラスに入れない要素はね、はい、あの2軍の帝王が多すぎるんだよね。あ、2軍見ずつうわっと思うけど1軍来た時にパッとしないんだよね。うん、だそこだね、 そこを脱却していかないとね、その壁を乗り越えられるかという。で藤井聖、はい、いや出だし良かったよね。そう、あの初先発初勝利したんですよね、うん、いやめっちゃいいじゃんと思ったけども、うん、そっからね、はい、あの自身の一番の不安の制球力っていうところでね、うん、はい、やっぱこう攻めていけない姿勢、ボールが多い、うん、そこでちょっと安定したピッチングを送れないよね、はい、こんなこと言う番組ないよね。でも一人一人評価してるってすごいですよね。うん、だってあのみんな褒める時だけ褒めといて、はい、あのもう ほったらかしじゃん、まあ、どうなったかはね、うんうん、で内間投手2軍で 6.14、うち清流投手ドラフト6位見とこ、はい、うち投手はまだ1軍出場はないですね。そうだね、うん、2軍でも 9.43 防御率、はい、12試合登板頑張りましょう。まあ高卒だからね、はい、まあ、今年2年目、はい、で入江大輝内野手、うん、1軍は未出場、2軍で2割3分6厘、うん、70試合出場ホームラン2本、うん、うん、頑張りましょう、はい、ちょっとあれだねって感じだね。そうですか。はい。で、はい、じゃあ今年昨年ね、はい、今年1年目、はい、石井 GM 兼監督、吉野選手は打撃、守備、走塁すべてでチームの先頭に立ってくれる選手になれると、うん、球団の今後を担っていけるというところでね、はい、うん、まあでも、吉野、前田で対選手たちは、うん、はい、高卒だからね、はい、それはもう未来に向けてだからね、うん、そこはもう育てるという形ですよね。そう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 、でも吉野はさ、はい、2軍で打ってたか、打ってたよね。あ、2軍で1割9分7厘だ。あ、そうなん、まあ苦しんでんだね、はい、まあまあでもそれ仕方ないね、はい、安田、はい、出だし良かったけどね。そうなんです、コロナにかかってね、はい、2軍にそっから上がってきてないんですよね。上がってきてないね、うん、まあ修行だね、はい、うん、で前田銀次、はい、三島みなみ、うん、もうまあまだまだこれからじゃないですか。で、タイ投手もこれからでしょ、はい、松井智貴、智貴投手、金沢学院大学、はい、松井投手はちょっと投げ1試合投げてる、1試合か、9.00、うん、2軍では防御率 1.41 だよ、はい、13試合投げて先発で4勝1敗、お、じゃあ楽しみだね、はい、まあ、これからですね、うん、で西垣選手、はい、もう結構 1.89、 1軍で、はい、20試合登板、うん、2軍では 4.50、うん、10試合だ、まあまあいい感じだね、はい、で吉川雄大投手、はい、1.80、はい、4試合登板、うん、でも2軍でも22試合投げて 1.51 だからね、はい、やっぱ1点台だから、うん、そこら辺まあまあまあだからやっぱりね、うん、分かった楽天は、はい、2軍の帝王が多い。ここをどうだ、だからまあでも帝王になれるし、なれないからね、はい、そんな簡単に。そうですね、だから2軍の帝王が多いから、うん、早くそれを脱却して1軍の、うん、で能力を発揮できるようにならなきゃいけないね。そうです。あと佐藤さん、ちょっと忘れないでほしいのが育成1位の宮森投手なんですよ。お、2軍の帝王から育成 で、はい、で1軍いけてるね、はい、俺だってもうフェニックスリーグで俺宮森と宇田川は早く支配下にした方がいいって言ってるから。そうなんですか。ねえ、え、見てないんチャンネル。え、どこで言ってました。え、ここで、ここで言いました、うん、私聞いてました。それはあの毎日、はい、俺の動画をチェックして見てたら見てると思うけど、はいはい、あ、そうチェックで言ったってことですか。あのフレッシュオールスターチェックっていう若手を、あ、それ見てないかもしれないですね。は、うん、
ちょっとショックやな今の。あ、そんな褒めてました。これショックやな、みんなこのチームとしては。もしかいましたね。あ、そうですか。オリックスの宇田川と宮森は育成だけど、はい、その早く試合下にした方がいいから、はい、俺は活躍できるって言って、はい、でその後宇田川も宮森もすぐ試合下になって、はい、両方とも頑張れてるじゃん。佐藤さんすごい。え、見てない。はい。こうバッと。うわ、食らったなと。ちょっと帰ったらなんて言ってたか見てみます。いやでも今すごいんですって。ちょっと知ってます。あ、知ってます。うん、それは俺はもう袴田さんが知らない時から知ってます。あ、そうですか。うん、はい、まだ3桁の時から知ってます。はい。はい、あんな今19試合になったかな。うんうん、無失点で、うん、当番から、うん。しかもじゃあこれ知ってます。お兄ちゃん YouTuber やってるんですよ、宮森投手の、うん。俺はもうそういう人の家族構成とか全く関係なく今のその目の前のやつだから。チャガバランっていう YouTube チャンネルやってて、でそこで結構宮森投手のことをお話ししてて、あ、はい、まあ、家族全員背高いんですよとか。いや俺が宮森言ってることは聞かないで、そのチャンネルは見てんだね。そうですね、うん、ど遺跡これ。その宮森のお兄ちゃんのところに。お兄ちゃんのところに。全然野球 YouTube じゃないんですよ、ね。しかもあの3人組でやってるんですよ、ちゃんと。で皆さんあの見てみてください。あのまだプロにかかる前の宮森投手が投げてるところとか撮ったりとか、うんうん、そうなの、うん、俺の宮森表は見てないのに、はい、よく見てるね。そうですね。そういうところだけチェックしてるんで。さあということでね、ランクどうですか。そうだね、ランクはこちらです。はい、 C プラスです。うわー、でもやっぱ C か。いや、そのやっぱ期待されてる人たちが頑張れてない。うーん、早川とか、はい、やっぱりで、うん、ピッチャーとかもこの高田、藤井とかね、はい、まあ、今年のルーキーも西垣選手、吉川選手は出てきてはいるけれども、でも、うん、ここからかこう、ね、で19年の、うん、まあ、こう一番大事なところでも、はい、ちょ、滝中が今年良かったらね、はい、B になってるんだけど、今年悪いっていうところと、うん、はい、小深田もね、まあ、去年ちょっとあんまりだったけど、まあ、頑張ってるよね今年はね、すごく、うん、で黒川もだからまあ C プラスだね。はい、うん、ここなんかそうやって見ると、うん、やっぱり DeNA って結構すごかったなって思いますね。よかったよ。はい、牧と伊勢で、はい、出てるっていう、球界を代表するっていうのがいないとやっぱ A になれないじゃん。そうですね、うん、でもまあ期待値はね、あの正直、はい、ロッテとかよりいいよ。ああ、そうですか。だって2軍の帝王いるから。あ、そうそうそう、2軍で2軍でいい成績残すっていうのは、はい、あの必要不可欠だからね、うん、そこでやってどうなるかだから、はい、そこで出ないやつがなかなか難しいじゃん、はい、だから期待値はめっちゃあるよ、うん、だからこれだから来年になったら、うん、本当に A とかになってる可能性も十分あるからね、うん、高卒の方たちが、ね、うん、あとあれ結構出てくるやつ多かったねっていう、うん、未来に向けては評価はもうちょっと高いけど、はい、今の今日ってなった時には、まあ、それぐらいかな。でも、はい、面白い楽しみな選手いっぱい多いから、今後楽しみですね、うん、あと早川がもうちょっとどうにかならないとね、はい、っていうところはやっぱチームとしてはあるね、はい、はい、今日はですね、はい、中日ドラゴンズ編です。お、はい、最下位です、うん、今、はい、ひょっとしたら終盤の勝ちで巨人とかまくるかなっていうのもあるけど、うん、また負けてるからね、はい、どうなんだろうね、うん、でもヤクルトには相性いいんですよね。そうね、うん、片岡さんのせいかな。え、あ、今良くないのかですか。二軍で育ててないってことですか。わかんないですよね。片岡さんどうですか、ね、はい、ということで、はい、19年ドラフト、はい、1位石川昂弥、だから与田監督、うん、交渉確定という文字を見るのが快感に、うん、一番上を引いた石川は地元のスター、地元で活躍させ球界のスターになってもらいたい、いいドラフトができた、うん、抽選でね、はい、でも怪我してね、今年ね、うん、ダメだった、はい、ね、で2位橋本、うん、俺大上大の時見た時に、うん、大西より橋本の方がいいんちゃうかと思ってたの、はい、でもなんかパッとせんよな。あ、今年は4試合しか投げてない、1軍で、うん、2軍でも 4.21 防御率、21試合投げて、で3位岡野、はい、東芝からね、うん、4試合1勝3敗、はい、防御率 12.41 防御率悪い、パッとしない、うん、で4位郡司、これはもうちょっとキャッチャー争いにもう木下にもうね、はい、負けたね、はい、完全に岡林、わ、ね、今年3年目躍、今年もレギュラー獲得して、うん、もうね、言わなくてもいいぐらいの素晴らしい活躍で、はい、ね、2割8分1厘、うん、ね、もう1、2番も確定だもんね、はい、規定打席も到達して、うん、ね、
盗塁も20、もうちょっと盗塁30個ぐらいしたいね。ちょっと20個少ないね、うん、はい、盗塁は。でもまあね、いい活躍だね、はい。で、竹内、竹内龍心投手育成になってんね。あ、本当だ、201になってる。うん、育成です、はい、はい。で、松田選手育成、はい、ね、うん、まあ、岡林選手がっていうところですか、だけだから。でも上位の選手が活躍全くしてないからね。うん、取ったね、岡林選手5位だったんだ、うん。で次、はい、2020年、はい、1位高橋宏斗。もう今ねすごいね、みんな大絶賛、うん、援護なくて勝てないだけでね、はい、もうちょっと勝っててもおかしくないかなっていうぐらいね、うん、5勝6敗に、まあ8勝4敗ぐらいでもいけたね、うん、感じ的にね、はい、これはもう来年すごいね、はい、エースクラスになるかもわかんないね、はい。2位森、森ひろと投手ちょっとパッとしないね、うん、23試合 3.22、うん、もうちょっとできそうやけどな、うん、感じ的に。23試合、でもリリーグも清水が良くなってね、はい、行くところがねなかなかないっていうね、枠がね、はい。でロドリゲスいて、マルティネスいて、うん、で清水いて、はい、で谷本いて、うん、とかね、うん、あと藤島とかがいるからね、はい、ちょっと枠がないね、はい。で土田ショート、うん、今いいじゃないですかね、うん、今もだからもうワンランク以上上がっていかなきゃいけないけど、うん、まあ、いい形でね、高卒2年目ですからね、うん、だからもう強打もね、はい、場所なしだね、うん、あ、そうか。で、次福島投手、福島加藤両投手、これも高卒だからね、うん、福島投手は育成になってますね、うん、加藤ファーム、まあ、ここからまあ頑張るしかないね、はい。で三好、うん、三好選手ね、はい、出てんじゃん、うん、出てますね、2割5分5厘、はい、34試合出場、ベンチプレーヤーとしてはいい働きだね、はい。でもレギュラーになるためにはまあ今のダメだね。あと育成で上だね、はい、こうだろう、これもいいピッチングしてんのよ、うん、左ピッチャーにも、うん、あ、左バッターにもインコース投げたりね、先発して、そうそうそう、うん、もうこれいい感じで育つかもわかんないね、はい、っていう感じだね、はい。去年、はい、与田監督、与田監督ドラフト行ったんだね、やめんのに。あ、でもあれか、チーム残ってるもんな、うん、ブライト選手の決め手は長打力、バンテリンドームを守る守備力、機動力も絡め中軸を打てる打者になってほしい、うん、ね、2割1分1厘、ホームラン3本、うん、ちょっとこれはやばいね、もうちょっと欲しいところですね、1位でね、はい、これ片岡さんだね、2軍だから、これ片岡さんですね、はい、片岡さん、どうですか、はい、ブライト。で次、鵜飼、鵜飼選手ね、ちょっと良かったけど ね、出だしパンチ力もあってね、はい、3番とか一時打ったりしてたもんね、うん、2割6厘でもこれが長く続かないところが1軍選手じゃないんだよね、はい、ホームラン4本、2軍では 2割7分3厘、ホームラン1本、ちょっと2軍で9試合しか出てない、怪我か、あ、怪我したのかな、ね、うん、で、続いて、あ、石森大成、日の国サラマンダーズの、うん、5安左左腕で150キロ投げるってよ、うん、155キロって言ってるよ、はい、ファームで17試合 6.33、うん、フォアボール20個も出してんぞ、あら、21イニングしか投げてないのに、ちょっとこれ請求問題ありだね、はい、冒頭4個、うーん、これあれやな、片岡さんやな、あ、ちょっと2軍ですからね、監督だしね、はい、監督はもう片岡さんが怖いのかなそうなん、怖いからちょっとこうビクビクしちゃうのかな怒られんで、でもストライク入らなきゃどんな速い球投げても意味ないからね、そうですね、だってウサインボルトがめっちゃ足速いなって言うけど、うん、いつもレーンからはみ出してって四角になってるのと一緒まっすぐ走らんかいみたいな、はい、レーン出たらもう失格だよっていう、いくら速くてもっていう、で次宮大成、はい、キャッチャー、まあ高卒だからね、はい、星野高卒、福本、久保大将、大将大1試合で2割5分0厘 4の1打ってます、ね、うん、1軍で1軍で、おお、2軍で2割4分6厘、ホームラン3本、44試合、まあまあこれからかな、はい、という感じで育成指名もなしですね、ねえ、はい、外野2人取ったけどちょっとまあ怪我もあったっていうのもあるけどね、うん、まあでも岡林出てきたしね、大島ね、うん、だとまあ土田選手、高橋宏斗選手、そうだね、19年は岡林さん、去年は 高橋宏斗投手と土田龍久選手出てきて、そうだね、三好選手も出てきて、うん、
じゃあ全体的な評価だね。はい。C プラスです。おお、C プラス。いやなんかこう、うん、いいよ岡林とか、うん、高橋。でもこの球界を代表するって言ったらいないじゃん。そうですね。もう。うんうん。でも高橋がね球界を代表するになるんだろうけどね。うん、まあ、まだね。はい。いいよ。はい、いいけどまだ出だしだからね、うん、ニューフェイスだから、はい、まあ、C プラスだね。でしかも 19年がね、うん、こう活躍しなきゃいけない橋本とか岡野とか総崩れだからね。うーん、あ、高卒しか活躍してないよ主力で。主力っていうとね、うん、そうですね。だって岡林、高橋、土田みたいな。本当だ、そうですね。大卒社会人が来てないよね。来てないですね主力に。うん、これはちょっとやっぱ C プラス、うん、はい、 C です。はいはい、はい、C にします。わかりました。プラスなし。あ、プラスなし。やっぱそのそ、うん、大卒社会人誰も来てないんだもん。あ、まあそうですね、主力に今見たら、うん、高卒が頑張ってるね、こうまあ頑張ってる選手たちはすごいよ、はい、岡林も、うんうん、でもそのドラフト戦略として、うん、これはドラフト戦略のチェックだから、はい、これだからスカウトの査定だから、うん、選手じゃないんだよ、はい、スカウトの査定、うん、そう考えたら大卒社会人ほぼほぼ主力になってないってやばくない？そうですね、うんうん、この3年間で。本当だ、よく気がつきましたね、うん、だから C だね、これは。はい、わかりました。これちょっと編成考えてやらないと、はい、ちょっとダメだね。はい、そら6位になっちゃうね。そうですね、はい、あとは片岡さんに頑張ってもらってね。そうですね、応援します。はい、さあドラフト通信簿スカウトの査定しますよ、うん、はい、今日セーブです。セーブ、はい、はい、セーブの応援歌覚えてますよね。セーブライオンズカットバセーライオンズ思い出した。なんかこのメロディー違うとこだったらどうしようと思ってセーブです、はい、今ね、はい、首位争いしてて、うん、で今日昨日一昨日でセーブにね、はい、あのソフトバンクに2連敗してどうなんだろうっていうね、うん、はい、ところはあるけども、うん、ドラフトね、はい、チェックっていうところで19年渡辺 GM 即戦力のすぐに働いてもらう投手ということで、うん、1位2位で右左の投手になったと、うん、採点は1位を佐々木朗希抽選で外しているので90点ぐらい、うん、いいドラフトができた、うん、即戦力どこにいるんだろう。いないですか即戦力。即戦力ね、宮川のことかな、うん、1年目49試合2年目29試合41試合、うん、お投げてんね登板数、はい、即戦力だね、はい、いたわ、うん、一応投げてますね、うん、でもあの勝ちゲームあんまり来てないからね。あ、そうかだからそこの印象があるかもしれないね、うん、ああ、でもまあまあまあ一軍の戦力としてはしっかりなってるね、はい、投げてるっていうところを考えるとね、うん、で2位浜谷翔太、はい、今年は投げてないね。そうですね、うん、で、1年目12試合、うん、8試合先発3勝3敗、はい、で昨日去年も8試合先発、うん、1勝6敗、はい、ちょっと苦しい展開になってきてるね、はい、だから期待値がやっぱかかってるから投げさせてはくれてんだよね、うん、チームとしてね、はい、でもそこで結果を残しきれてないっていうのがちょっと苦しいね、はい、で松岡幸、うん、喜投手、ファームで26試合登板、うん、6.94、ちょっとあれだね、修行が必要だね、うん、河野亮太、はい、内野手、うん、滝沢にね、そうちょっと抜かれちゃったんじゃないのっていうね、うん、まあ、1軍では7打数1安打1割4分3厘2軍では2割6分5厘ホームラン4本、うん、だまあまあいい感じでは来てんのかなっていうね、はい、村上の後輩だね九州学校。あ、本当だ。で5位柘植ね、うん、まあまあ柘植ね、あの森がちょっとね、うん、なんかマスク投げて骨折した時ね、はい、まあまあ頑張ってるけどもうね、うん、で井上幸喜投手、はい、広木、広木2軍で1勝3試合、まあ、あんま投げてないんだね、うん、で続いて上間とは、あ、育成になってます、うん、じゃああれだね、はい、で次岸、うん、チャンスあるけどね。そうなんですね、結構出てはいるけれども、うん、掴めてない感じですね。いや、打たへんからな、うん、で20年ドラフト、はい、辻監督スカウトが努力をして足を運んでみた目で判断してやったわけだから、うん、我々現場はそれを信じてまたやるだけだと思います。みんな楽しみですよ本当に、
ちょっとなんか意味深なコメントやないよ、これ。そうですね、うん、まあまあ、でもどうなんですか、監督ってどのぐらいその意見って言うんでしょう、ね、チームによるんじゃない、うん、1位渡辺選手、はい、1割8分5厘ホームラン10本、いやこれはちょっと打率低すぎるな、10本打っているけれども、うん、ちょっとだね、はい、88試合でだから育てようという意味、意識はあるね、うん、で2位佐々木武投手、今年ね、はい、左いい感じでねできてきて、ちょっと軌道はやらかしちゃったけどね、はい、まあまあね2年目にしていいでしょう、はい、山村内野手、うん、2軍で2割9分1厘、うん、まあじゃあ2年目だからね、高卒いい感じで来てるのかな、はい、うん、で4位若林選手、怪我がね、そうですね、痛かった、戻ってきましたけどね、けどその時の輝きがまだちょっと取り戻せてないね、うん、で大曲蓮投手、6試合登板 6.35、うん、2軍でも 6.62、 ちょっと修行が必要だね、ブランド一瞬来たけどね、はい、一瞬、あ今年一瞬出てないでも2軍でソムリオンボコリンじゃん、おお、じゃあ2軍ではいい感じ、そうだね、まあ1軍は山川も打ってるしサードねおかわりとか、うん、だからまあでもチャンスあるかも分かんないよね、はい、で中見川浩太、ゆうたですね、ゆうた、俺どこ見てんだろう本当ですね、疲れてんのかな一軍じゃない、一応9分1で修行必要、うん、はい、で赤髪長谷川宮本ジョフス兼豆田水上、これ育成5位だったんですよ、しかももう新人を取りますよ、うん、はい、そう考えたらね、うん、だから多分この年のドラフトの一番ね、うん、最後の方だもんね、そうですね、うん、そう考えるとすごいね、西武の中では一番最後に呼ばれて一番活躍しているという軒並み崩れてるけどね、はい、スカウトの目が見て判断した結果だからね、うん、これが、まあ、でもスカウトの方よく見てましたね、いやいや、あの俺は上で取った選手が活躍しなかったらダメ派だから、あ、まあ、そうか、うん、そうそうそう、よく見つけたなっていう、ね、そうだって下手したらだって水上選手他がもしドラフト6位とかで取ったら取れなかったわけでしょ、そうですね、うん、なんで見つけれなかったんやっていうね、他のチームは、うんうん、だからそういったところの評価はできるけども、はい、上が活躍しないといけないからね、うん、続いて、はい、じゃあ今年のルーキーたちですね、はい、辻監督、隅田投手は腕が振れて攻め込む投球ができる、変化球も多彩、試合を作り状況に応じた投球ができる投手だと思う、はい、ね、隅田佐藤の量産を筑波で取って、うん、これは西武が一番いいドラフトしたんじゃないのっていうね、はい、で3位がね、中央大から古賀、矢原、黒田、中山、うん、で古市、滝沢、菅井、河村、佐藤、中田と育成ね、はい、うん、取ってますけどもよ、はい、総崩れです、いやでも隅田投手なんかこう勝ち運ない感じでしたよね、そうそうそう、いいピッチングした時に勝たしてやれてないからこうなんだよね、うん、もうちょっとね、うん、いいピッチングした時に勝てれてればね、ちょっと状況変わったかなっていうところと、まあ今年1年やってね、そのプロでの時間の使い方、シーズンの残り方、はい、体力維持、うん、っていうところがまあ勉強になってね、来年どうなるのかは期待したいですけどね、まあ、1勝9敗ですけど、まあ一応防御率 3.50 ですからね、そうだ、でもここ最近が悪いんだよね、うん、で佐藤投手も 4.12、3勝3敗、うん、ね、で、古賀、まあまあキャッチャーね、うん、はい、で、羽田、黒田、ここ高卒だからね、はい、で、中山、聖吾、うん、あ、一応1試合1軍で出てますね、まあ修行だね、はい、で、なんといってもこのね、育成には滝沢よ、はい、夏男、うん、ね、こ夏男って名前がいいですね、うん、今年ね、はい、あの、源田がちょっと抜けた時にね、うん、高卒1年目よ、はい、育成できてよ、2割3分5厘、盗塁、まあ、こう頑張ったよね、はい、非常に楽しみな選手だね、うん、そういった意味ではね、でも可愛い感じで、でもちょっと各ね、うん、メディアが西武が一番いいドラフトしたみたいな、はい、でも結果としてはダメだったね、うん、1年目のね、まあね、隅田投手もうちょっと勝ててる感じでもありましたけどね、そうそう、未来は分かんないけどね、はい、でもそうなってきたらライオンズ、はい、でも西武のドラフトっていうのは過去見ててもいいのよね、はい、佐々木通信簿で前やった時に、うんうん、はい、でもこの3年に限って言うと、うん、評価は C です、 C プラスとかマイナスとかつかず C、 チームが想定している選手たちが活躍してない、はい、確かに、でも1軍のザ・レギュラーっていう方っていない、うん、だからまあ野手はいないね、
隅田投手がローテーション守ってるっていうところ、あとはまあ宮川選手でしょ、投手と、で何かあった時の告げ、はい、で、佐々木健今年 ね、 あ、そうですね、やっと、うん、で、水上、あ、そう、水上投手がいた、うんうん、で、って感じだよね。そうですね、うん、だこれはもう、うん、今日現状はもう C だね、はい、俺の判断で言うとね、うんうん、でもちょっと2軍の帝王もそんないないしね。そうでしたね。そこら辺は若干心配要素あるね、うん、はい、うん、あとやっぱ上位3人が絶対活躍しなきゃいけないところ、ちょっと上位3人がね、うん、なかなかっていう感じだもんね。そうですね、この主力どころに来てないもんね、うん、まあ、宮川佐々木とかも頑張ってるけどね、はい、早くねこの渡辺選手っていうの見たいですよね、うん、いい感じが来て、あと若林がね、あの元気さを取り戻してくれればね、はい、面白いかなって思うけども、うん、ちょっとあれだね、はい、っていうところは現状あるね、はい、まあ、来年以降は知らないけどね、うん、はい、今日はですね、うん、広島ですね、はい、3位入れたんでしょうかね。どうなんですかね、これ出てる頃にはもう結果出てるでしょうね、うん、今1ゲーム差、はい、どうなの、阪神に勝ってたよ昨日、うん、どうなんだろうね、はい、3位なのかな、それによって監督人事変わるのかなっていうね、ところで、はい、カープ2019年、はい、ね、佐々子監督、森下君をくじを引くつもりだったが単独でよかった、うん、来年にならないとわからないけどまずは先発で、うん、スピードもコントロールもバランスも総合的に全ていい。だからね、カープのね素晴らしいのはね、はい、まあ、19年1位森下でしょ、はい、で20年1位栗林、おで両方とも新人王ね、はい、この両投手がなんと単独指名、あ、そっか、競合されてないのよ、栗林投手も単独だった、うん、他の球団をどうしたんやっていうね、うん、っていうのもあるけども、うん、なんか広島っぽいよね。そうですね、独自の戦略で、しかもそれが両方新人王だからね、それすごいですね、すごいよね。で森下でしょ、はい、で2位宇草、外野ね、うん、若干ちょっと早急にね難ありっていうところと、はい、今年野間がね、うん、また再ブレイクしてきてね、で西川で外野ね、うん、もう一つがっていうところでちょっとそこの競争にちょっと今負けてる感じだね、はい、で鈴木宏と、はい、もう対談です。あ、もう対談したんだ、初の、うん、ここまでで、そうですね、はい、うん、まあ、それは仕方ないね、はい、続いて4位韮澤優也内野手、あ、今年投げてなかったっけ、この韮澤投げてた、あ、投げてたじゃない、出てなかったっけいや、すごい投げてたんだと思っていや、守備で投げるかもしれないです1試合出てるよ、出てましたよね、打率1割10打数1安打、珍しい名前だなと思った覚えが、うん、2軍で2割4分9厘、うん、まあまあでも1軍でね、うん、ヒット打ったから、はい、これをね勝手にまた頑張ってほしいね、はい、で次が市原智樹、うん、キャッチャーね、まあまあ出てるよね、はい、でもキャッチャーいっぱいいるからね、いいキャッチャーが多いっていつも言いますもんね、うん、で玉村、はい、ね、投げてる先発、はい、ね、いい時と悪い時の差がちょっとねはっきりしてるからね、うん、去年良くて今年パーっていくかなと思ったけどちょっと息切らないね、はい、俺の崖っぷち選手に選ばれてるからね、うん、でもまあ勝ったね、黒原森がそんな言うほどパッとしないからね、はい、まあまあまあドラフト6位だからね、そうですね、ここそして、まあでもねいいね、比較的みんなこう一軍では出たりっていうところもありますね、うん、そうだね、でもまあ森下だけだね、うん、はい、まあでも玉村いい感じ、はい、で、去年、はい、2020年佐々木監督、1位の栗林、すべてにおいて素晴らしい投手だと思う、ま、うん、っすぐの強さ、変化球、コントロールもいい、昨年は森下を取ったが同等の活躍をしてくれると思う、うん、してくれたね、はい、完璧にね、うん、もう今や守護神、日本の、はい、完璧だね、うん、で2位森浦、森浦とリリーフね、うん、左頑張ってて、あ、いいですね、うん、3位大道、お、俺大道もリリーフの方がいいと思うんだよね、今なんか先発やってるけど、うんうん、はい、なんかこう見てたらね、うん、で4位小林、これはまあ今後だね、はい、1軍投げてる、防御率9、2軍で 2.70、4勝、うん、まあまあ、高卒やからな、そう思ったらいいか、で、ね、で並木、はい、あ、育成になってます、育成になってます、で、矢野、お、矢野選手じゃん、ここ今年ホームラン打ったじゃん、はい、日本ね、小園と菊池がね、はい、コロナになって、二遊間いなくなって、はい、で、まだ1軍いるからね、はい、いい活躍してますよね、してるよ、この前行ったもん、俺。でもなんかあれ、はい、登場曲が、うん、ポッポ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 だって多分顔ハトポッポですか、違うよ、
ネズミ、ネズミ村長じゃないな。ネズミ隊長、違う、ネズミなんとか、ネズミだったよな。ネズミ先輩？あ、それそれそれ。村長って何ですか、村長って。いや、なんかそんなか、だってネズミ先輩、村長、似てんじゃん。だいぶ違いますよね。まあもうでも6位でね。はい。で育成が二股、うん、はい、静岡のね。静岡結構入ってんね、何気に。そうなんですよ。ね。はい。私もこのね二股くん押してたら育成でっていう。うん。うん、で去年が、はい、佐々監督、即戦力として考えてます黒羽は。はい。完成度も高い、うん、ローテーション勝ち取れる投手になってほしい。はい。まあ、即戦力ではなかったけどね。うん。でも黒原森。まあ、森もこの前初勝利ね、うん、初先発初勝利あげたけどね、でもまあまあやっと終盤に向けてきたかなっていうね、うん、ところはあるけども、まあ来年どうなるかだね、はい、で中村健人外野ね、はい、ライドでいい形の活躍してたけどね、うん、はい、でもライドね、いろんな選手がやってるからね、中村翔成もやったし、今堂林がねやってるから、まあここら辺はもう競争だね、うん、結構守備も良かったから光り輝くものを見せたけどね、うん、はい、2割4分8厘ホームラン3本、これはまだね、はい、来年以降も楽しみだね。そうですね、ま、で田村俊介内野手、はい、1軍出場はなしで、2軍で2割、まあまあ頑張っていきましょう、まあ、1年目高卒だからね、はい、そうですね。で松本龍也これ1軍で投げてんだよ、はい、まあ、まだね、うん、その敗戦処理的なそのところが多いけどね、はい、44試合、まあ、でも防御率、ね、うん、だから防御率がちょっと高いからね、うん、そこら辺はまあ今後の課題としてもしっかりね、ドラフト5位で40試合以上、はい、だから50試合行きたいね、うん、投げれれば2勝2敗、うん、十分でしょう、はい、そういった意味ではね、いい活躍してる、うん、これこそ即戦力、そうですね。で6位、末金選手、序盤結構出てましたけどね、ねえ、うん、ルーキーとは思えない風格がある、うん、でも25歳だからね、はい、しかももう26歳でしょ今年、あ、そっか、うん、大阪ガスからか、うん、で2割くぶくりんだよ、うん、日本塁打、はい、なんで2軍行ったんやろな、そうですね、うん、いい感じでできてんじゃんな、うん、8月10日が最後に出て、この前会ったから聞けよかったな、あ、何だったんですか、うん、ご飯たあの広島ホームテレビで広島行った時に、はい、食事行った時に同じ店にいて、そうなんですか、そう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 、長野もいて、はい、で YouTube 見てるって、あー、そうなんですか、で、なんかあのさっちゃん、さっちゃんって言って、はい、初めて話したのに、はい、あの軽々しく、はい、さっちゃん、さっちゃんって言われたんですか、長野選手に、うん、で、言っといた、あのお前なんでロッテ来えへんかって、お前ロッテ来てたらロッテ強くなったのに、理由あるんですよ、ちょっと、あれでしょ、ちょっとよく知ってますね、ちょっと、まあ仕方ないな、ちょっと、あれ、これそれは言えない、じゃあ、里崎ライブで、里崎ライブで言える、あ、ぜひぜひ、ぜひ里崎ライブ来てください、はい、はい、とか、いいね、で、高木ショート、高木ショート、うん、保守、ショートなのに保守なんだね、そうですね、もしかしたらご両親はショートになってほしい、なってほしかったのかもね、ありますね、まあ2軍で100、まあ1、まあこれからでね、キャッチャー多いからね、うん、ということで、広島のドラフト評価はこちらです、 A です、はい、だってもう、はい、森下、うん、栗林を、うん、なんて言っても抽選じゃないんだよ、そう、単独指名で行って、はい、新人王で、うん、日本の、はい、もう今メンバーとしては欠かせない存在でしょ、はい、で若い力でね、玉村とか、うん、あとはその森浦投手もいるし、で、まあ、中村ね、うん、で末金で松本ね、うん、でまあ、黒原森、まあ、怪我もあるだろうし、守りは終盤良くなってきたからね、来季に向けてっていうのはあるけども、はい、まあ、バランスいいね、はい、その毎年ね、今までの球団の中では一番こう一軍で見る名前が多かったなってイメージがありましたね、で、まあ、毎年かなりちょこちょこいてね、うん、バランスいいし、高卒とかも玉村いたりとか、うん、社会人出身で大学出身と、はい、別にどの分野にしてもまんべんなくいい形で一軍に出てきてるっていうね、はい、ところを考えるとドラフトはいいね、はい、これはカープは、うん、間違いなくね、そうですね、うん、佐々木監督のドラフトのコメントがスッと入ってくるね、あ、やっとスッと入りました、スッとこれはスッと入った、さすがです、ちょっとね、そうですね、はい、ということでカープは、はい、A です、疲労困憊です
ちょっと疲れてきましたね。ちょっと疲れてね、はい、眠たいよね、はい、だって今日何本もう今まで今9本目です9本目、はい、9でその前に1個撮ってるから10本目だね。あ、そうだ10本目だ、うん、今日、はい、10本目、はい、でもよそんなずっと座ってんのに疲れないこの椅子、うん、そう確かにそうですねでこのね腰にあるこのなんかクッションが腰にちょうどいいのよ。そう、ここのやつ、うん、確かに言われてみると本当そうですね、うん、ナチュラルに座ってますけど本当お尻を全く痛くならないっていう。そうそうそうなのよ、うん、なぜかね、はい、まあプロモーションでも何でもないけどね、そうふと気づいたっていう、はいはい、ということで今日はオリックスですね。はい、はい、オリックス19年、はい、なんとね西村監督、うん、縁あってみんなを獲得できた、はい、育成8人は球団の方針、うん、どうやってしっかり育てていくか、フロント現場が一つになっていかないといけない、うん、なってなかったのかな。いや、じゃあ、ま、名前見てから言いましょうよ。そうなってなんのか、なんかどうなのかなっていうのは。いやだってフロントと現場が一つになっていかないといけないって、はい、なってる球団はそんなこと言わんやん。あ、そういうことか、うん、なってなかったからなんないといけないって言ってるってこと。だってもしなってたらよ、はい、言う。いやでも多分これは育成をこの8人も取ったっていうのが初めてだったんじゃないですか、うん、まあそうかもわかんないね、はい、だからしなきゃいけないって言って一緒に一つになってどう育てていくかを、うん、あ、そっちパターン、あ、そっちパターン、そういうことですよ。ちょっとひねくれてる、ひねくれた見方するから。あ、ちょっと俺ひねくれてるからね。そうですね、袴田さんが、まあ、どっちを信じるかはあなた次第です。はい、そういうことですね、はい、はい、1位宮城、おお、もう完璧ね、うん、でもこれもよ、はい、石川行って、はい、石川高谷選手、うん、行って外して、うん、次川野流星行って、あ、日本ハムの外して、はい、宮城、おお、もう今なってね、うん、新人王も取って、そうです、もう左腕ね、うん、田島と一緒にダブルエースね、今年も受賞して、うん、で2位がなんと紅林、おお、ね、私も推してる紅林選手、高卒でね、はい、もう今ショートの、うん、まあもうちょっと全体的に成績上げたいね、はい、もうちょっとでもまあね、いい形でね、はい、来てるから高卒で、ね、しかも両方高卒でよ、まあ、去年だけどね、うん、2年目には、まあ、これは紅林はまあ中島監督が我慢したけど、はい、まあ、今年3年目でいうと3年目にはもう両方が中心選手でしょ、うん、はい、高卒よ、うん、そんなチームないからね。そうですね、うん、で3位、はい、ブランチ、リリーフだね、はい、サイドスロー組に、うん、まあ、これも1軍にねいる中で投げてるから、うん、まあ、オリックスもねそんなめちゃくちゃバシッとリリーフが決まってるわけじゃないからね、うん、はい、今年も20試合登板1勝1敗ね、うん、まあいい形の方で前、はい、前投手は2軍で12試合 7.94 ですね、うん、ちょっと少ないね投げてるのはね、うん、で勝俣、うん、いないの、うん、今巨人で支配か、東海大菅生ですか、うん、国際武道ですか、はい、で巨人ですか、はい、ああそういうルートですか、はい、ファームで0割9分7厘ちょっと寂しいね、はい、ちょっと厳しいね、うん、で2020年、はい、ピッチャー山下俊平太、はい、これはまあ高卒でね、うん、この年はもうねほぼほぼ高卒なのよ。そうなんだ。で2位現3位来た4位、ね、アンダースローの今日あの立教から中川、うん、で5位中川もキャッチャー高卒、うん、で阿部がオールドルーキーね。あ、阿部選手、うん、で育成が川瀬、辻垣、宇田川、釣り、佐野で胡蝶というね、うん、だからこのほぼほぼまあだからこの時に言ったのが、うん、まだこの時優勝する前よ、はい、B クラスよ、今の選手で大丈夫ですよって言ったメッセージなんだって言ったと思うんだよ、はい、高卒ばっかりとって、うん、大丈夫なのかなって俺言ったつもりが、はい、優勝したから、ね、やっぱ目あるよね。あ、そうですね、球団の人正しいよね、うん、育成をしようっていうね、うん、そうそうそう、今の戦力でベースアップすれば勝てるとね、はい、中島監督ね、うん、あの山下を一位指名してスケールの大きい素晴らしいピッチャー、必ず将来 2,3 年後にはエース級のピッチャーになる、うん、2,3 年後、はい、今年2年後です、はい、どうですか、2軍で投げてるのかな、うん、1勝2敗6試合 3.62、 まあまあ来季だね、3年後のスケールの大きい、はい、そうですね、うん、で、まあ、ピッチャーで中川、早手、うん、ドラフト4位、うん、いい感じちゃうかと思ったけどね。ファームで6試合登板して 5.87、うん、ちょっとパッとしないよね。で、阿部だってこの、あのちょっと平野がね、うん、守護神ちょっと登録してるけど、まあ、体調不良なのかなんか分かんないけど投げれなかった時に阿部が投げてたからね、うん、なんと防御率 0.69 だよ、はい、1軍で38試合登板、39試合、うん、1勝19セーブ20ホールドポイント2セーブ、やばいね、はい、
日本生命から入ってきて勝ちあったね、はい、今年30歳、はい、ね、で来たあれだね、ちょっと来ると思いましたけどね、うん、予想に反してそんな来ないね。で現2割5分1軍で8打数2安打2軍では2割3分5厘、はい、あとでも宇田川、あ宇田川ね、うん、育成いいのよ、はい、仙台大の、うん、埼玉から仙台大、はい、で今年のルーキーです、うん、中島監督、はい、ムクノキはボールの強さがありスライダーの切れ味もエース候補として、ね、ノーヒットの仕掛けたからね、そう2アウトまでで惜しかったです、打たれた京セラドームの呪い、そうなんですか、そう9回2アウトから打たれるっていう、俺も打たれてる、でもまあちょっと怪我もあるからね、はい、ちょっとあれだったね、うん、で2位野口、はい、まあ、ちょこちょこ出たけどね、うん、2割3分3厘、はい、23試合、うん、で福永翔、5試合、うん、1割2分5厘、うん、2軍では2割8厘ちょっと頑張りましょう、はい、渡辺春人、この前プロ初ヒット初タイムリー打って、はい、足速いっていうね、うん、まあこれここからだね、はい、で池田龍馬選手、大阪桐蔭1割5分、はい、2軍で2割3分6厘ホームラン4本、うん、で横山楓でセガサミーから、はい、うん、ファームで20試合 2.49 です、うん、うん、じゃあまあここからだね、はい、で小木田敦也 TDK 7位 2.92 13試合登板、うん、1軍で2軍で 3.18、うん、まあ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 だね、これちょっと評価難しいポイントだね、そうですね、福巻投手は楽しみですけどね、そうだね、うん、デビューも良かったですし、うん、でも阿部もね、うん、だからうん、まあ、毎年ちょこ一人ずつは来てるし、まあ、ここ 1,2,3 来てるからね、はい、宮城、紅林、村西ね、はい、3人ね、これ2019の上位3人はいいですね、いい傾向だね、はい、ロッテと一緒だね、うん、で一昨年が阿部選手がでも上位がまあ高卒だからね、まあ、ここからかな、はい、そうですね、うん、ちゃんと高卒取ってオールドルーキー取ったらそこが活躍する、そうそう、だからまあバランスはいいよね、はい、で今年向こうの日がちょっともうちょっと怪我とかなくてね、うん、頑張れたらよかったかなっていうところはあるけども、はい、まあ、他の選手も使いながらっていうところだけど、うん、まあ、1年目は1年目だからね、そうですね、はい、はい、ということでオリックスの評価です、はい、こちらです B です、やっぱこのね19で勝ちたくて、はい、B、プラスとかもつかず B でいいですか、はい B です、はい、B で、はいはい、球界を代表するっていうとね、あ宮城しかいないからね、はい、チームとかでは頑張れてるけどね、うんうんうん、これまあちょっと B だね、そうですね、うん、はい、でもな何気にね意図的に取ってそこはいい感じでできてんちゃうかって思うね、そうですね、感じ的にはね、はい、高校生取ってちゃんと次の年優勝もしてますしね、うん、そうそう、だから高校生で戦力アップで大丈夫だよっていうね、うん、それを結果に結びつけてるっていうところはね、はい、あのいい感じのドラフトで、その高校生たちが育ってね、はい、うまくだから来年3年後、うん、そこで出てくれればね、はい、だこの山下源で来たね、うん、この選手たちが頑張れれば面白い存在に、ね、はい、なってくるかなと思いますね、はい、さあ残り時間が少なくなってまいりました、はい、そうですね、ちょっとこの後ね、プロ野球ニュースがね、この後僕と高橋さんがプロ野球ニュースに行かなきゃいけないんでね、はい、これで今日の撮影は最後です、そうです、イエーイ、11本目撮ってるな、撮ってるね、はい、疲れてきたね、そうですね、さすがに、ね、気合入れていきましょう、うん、そう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 、どうせね、プロ野球ニュース行ったらあの5時間ぐらい休憩あるから、休憩じゃないですからね、ちゃんと試合見てますからね、そうです、試合見てるんだとこで見とけばいいから、でもあれ6試合いっぺんに見るじゃないですか、今日4試合ですけど、うん、結構こうなんか目がこう、あどこ見てるどこ見てるになりません、うん、ならへん、俺もう慣れてきて、あそうですか、うん、俯瞰で見るから、そしてあここのなんか点入ったと思ったら あっちも見たな、今どうなってんだってなりますもん、うん、それはまあ1年目だから、そうですね、うん、ちょっとまだ慣れてないですね、うん、でもまあまだプロ野球ニュース行ってもずっと喋ってるけどね、そう、佐藤さんがいる時ほんと喋ってますからね明るく行こうよ、コミュニケーション取って、はい、そうです ね、うん、はい、さあ、ということで今日巨人、はい、ジャイアンツ、はい、19年、19年、ね、奥川外して、はい、宮川外して、うん、堀田です、うん、で原監督、将来性もすごくあるバランスのいいドラフトができた、はい、うん、3位菊田は岡本に勝るとも劣らない迫力がある選手、95点ぐらいじゃないでしょうか、うん、でも大体言うのは60点かなっていう人いないじゃん、はい、結果は本当に60点だったとしても、はい、でもね、1位掘った、はい、まあ、今年ね、うん、出てきたね、でなんかもっと来るとちょっと思った、うん、まあ、なかなかやっぱ1年間っていうところはまあ難しいよな、あとまあ故障明けでもあるしね、うん、はい、でもまあそういったところではまあ今年の経験を生かして、うん、まあ、来年どうなってくるかっていうところだね、
2勝3敗 6.29、はい、2軍でも2勝4敗 3.74、ね、で2位、うん、太田龍あ1軍では投げてないです ね, ファームで1勝試合11試合しか投げてないね、はい、ね、でだから1軍ではまだ1回も投げてないね、うん、プロ入り後で3位菊田博一、うん、岡本と一緒の迫力持ってるらしいよ、原監督が言うには、はい、その時ねそのぐらいパンチ力もあるということですね、うん、だ60番2割5分1厘ホームラン4本、86試合、うん、まあ高卒だからね、そうですね、うん、3年目、はい、まあ、来年勝負だね、うん、井上春人、あ、この間そうそう、でも井上春人のね、もう俺は欠点見抜いてんのよ、はい、いいのよ、はい、でもカーブ、スライダーしかないのよ、うん、全部入ってくる球、チェンジアップをたまに投げるよ、2球ぐらい、はい、でもこれがスライダーとかカーブと同じようにチェンジアップとかツーシーム、フォークがカウント通り勝負球に意図して使えたらもっと良くなるよ、うん、全部だから外からのスライダーとか、はい、あの右バッターでそれ中に入って打たれてるから、はい、あれじゃちょっと厳しいんだよね、うん、そう1試合ぐらいはいいピッチングしたとしてもローテーションで回るの厳しいからやっぱそれを覚えなきゃいけない、うん、日本ハムの河野と一緒、はい、で5位山瀬慎之介、これ今年出たね、うん、1軍で、はい、見たけどでも肩はねめっちゃいいよ、あーそうですか、はい、しかもまあ高卒でね3年目だけども臆することなくいろいろジェスチャー褒めてやれてたから、はい、いいと思うけど、なんて言ってもね、うん、打たなきゃね、はい、っていうとこなんだよ、8試合で1割8分2厘です、うん、それはちょっと寂しいじゃんね、うん、で2軍でも2割5分7厘、うん、だからまあこれぐらいを1軍で打たなきゃいけない ね, そうですね、で6位、はい、伊藤海斗、あ育成になってます、育成、はい、2割5分、まあ、頑張っていきましょう、はい、はい、で次、はい、2020年、はい、原監督、うん、非常にいいドラフトでした、うん、バランスがよく100点に近いと思います、お佐藤君を取れなかったのは残念ですけども、うん、抽選は福があってほしいという気持ち1点でした、うん、で平内投手1位になって、はい、まあ、やっと今年ね、うん、出てきたかなっていうね、リリーフで、うん、でもまあ 4.21 だからね、もっと防御率下げなきゃいけないよね、うん、50試合登板だけどね、はい、まあ、そこら辺がまあ今後の課題かな、はい、で山崎伊織これいいのよ、そうですね、まあ、怪我してね、うん、トミー・ジョンからの復活入ってきたけども、うん、あのツーシームスライダーのインコースアウトコースのこれを横幅使った出し入れね、はい、これちょっと来年も楽しみだね、うん、安定してるしね、はい、で中山ライトだけどショートね、はい、うん、そうですね、坂本がねいない時出てきたらちょっとバタつくね、はい、まあ、もうちょっと修行必要だね、1割9分8厘、伊藤祐介、うん、おらんとな、いないの、いたわ、あの育成に2軍でも投げてへんよ、怪我かな、なあ、あ本当だ、ゼロゴロ、秋広、いや今年こそいけるかなって思ったけど出てこへんな、はい、2軍では2割6分2厘ホームラン6本、まあまあじゃあ頑張ってんのかな、うん、はい、これからでしょうか、うん、でちょっと7位のキャッチャー萩原哲、うん、2軍で2割6厘、まあ、バッティング頑張んなきゃいけないね、はい、でピッチャー山本一輝、一輝か、一輝ですね、一輝、一応今シーズンな2試合投げて防御率 0.00 です、本当はね、2軍で 3.96、 4勝4敗、うん、先発12回。まあまあ、勝負だね、来年ね。はい。で、育成は岡本北。北か。キャッチャー。この前初ヒット打ったよね。はい。で、風島、木下、前田、坂本隼人。坂本隼人だね、うん。キャッチャーの方ね。はい。あの坂本隼人じゃないよ。はい。で同姓同名だ、うん。で、戸田、夏樹。ね。いっぱいいるからね。で、阿部、奈良木、はい、山崎祐介、星名、加藤。加藤12人育成取ってますね、うん、さあ続いて、では去年今年のルーキー、うん、ルーキー、原監督、太田は、太田知ってる、誰か知ってますよ、うん、太田大成でしたからね、大使じゃなくて太田大成太田の大きい選手ですからね右投手では1位と評価していて即戦力で期待できる、そういうつもりで来てほしい、うん、でもよ、この時よ、はい、多くのメディアは、うん、太田、うん、1位じゃなくても取れるやろって言われてたの、うんうん、で結構4位ぐらいかなって言われてて、うん、はい、1位で取って、うん、ちょっと全体的にびっくりしてたよね、そう、なんかドラフトの出た時にあ、そこ行くんだみたいなね、うん、雰囲気になってましたよね、それはもう見る目ないよね、はい、そう思った人が、そうですね、結果的にね、うん、なぜならもう新人王だからね、はい、本当に誰よりも活躍してるよそうですね、誰よりも、まあ、発表されてないですけど、まあ、確実にそうでしょうね、うん、で2位山田流星、 JR 東日本、うん、はい、2軍で 8.66、 7試合登板、3先発、怪我か、当番なしです、ね、もしかしたら 3軍か分かんないけど、うん、で赤星ね、はい、出だしよかったのよ、う
で、まあ、途中疲れもあったり多分1軍のバッターの怖さも感じたり、はい、まあね、このコントロール良かったのが若干ボール先行したりとか、はい、でもここまで最近良くなってきてるんだよ。この前もカープの時も、うん、あの開幕投手並みの制球力戻ってきてたから、はい、そういった面では楽しみだね、うん、来年以降もね。だから堀田、山崎、より赤星ね、この3人はジャイアンツを変えるかも分かんないね、はい、でも変えなきゃ弱いね、うん、こう勝負だね。だから、はい、で石田隼人2軍で18、まあ、頑張ろう。はい、で岡田勇気、法政大学から柔らかい筋肉を生かして外野手、1軍でヒット2本打ってるよ、1割5厘、2軍では2割3分8厘ホームラン7本、まあ、パンチ力あるんだね。はい、そういう、まあでも大きく育ってほしいね。はい、白木大和投手18歳、はい、明徳、1軍登板はないですね、うん、まあ高卒だからね。はい、こっからだね。3試合で 1.50 です、うん、ファームで、うん、で前田勇気投手、あ、花田、花田ですね、花田、うん、2軍で投げてないね、うん、で鈴木、高田、亀田、笹原、育成4人、鴨内、菊池、京本、富田、川崎、大津、うん、あのどこまで続いてるか分かんない、分かんないです、勝ちにいましたほーという3年間です。そうだね、うん、一番この3年間で活躍してるのがやっぱもう大勢投手ですか。そうだね、うん、まあやっと平内、山崎、赤星がね、はい、来たっていうところはあるけどもね、うん、なんか今年7人の投手が初勝利挙げてるらしいですよ、うん、あ、そ、だからそれがね、ダメなんだよね。あ、そうですか。だって既存のやついないってことでしょ。しかもその初勝利を挙げた選手が、はい、その7人中3人ぐらいが10勝前後だったらいいよ、はい、でも行ってないじゃん、はい、全体的なやつがいないってことでしょ。それは苦しいよね。まあそうですね、うん、その今年ってことを考えたら、未来って考えたらいい傾向だけど、はい、うん、今年って考えたら、あ、ジャイアンツ苦しいなっていうのがね、出てるデータでもあるね、うん、だからこっから投手が育っていくかもっていう未来にはいくですね。逆に育っていかなかったら苦しくなるね、うんうん、さあそれではジャイアンツ、はい、ドラフト評価どうでしょう。こちらです。はい、 C プラスです。 C プラスだって大勢抜けたら、はい、ちょっときついよ。まあそうですね、大勢がこれ、大勢が大勢じゃなかったら、はい、もう C だったよ。そうですね、うん、大勢が大勢だけに C プラスまで持っていったけど、はい、もう大勢19年がほぼほぼきついからね、正直、うん、確かに、まあ、今ちゃんと出てる方はいないですもんね、うん、うん、やり直します。評価です。はい、 C です。やっぱり、え、 C ですか。大勢しかいないから、まあ、いや未来に向けてはよ、堀田、はい、赤星、山崎より、うん、いいね、はい、で井上もね、うん、平内、でも大勢と今今日って考えたら、はい、C やな。そうか、全体的にはあとやっぱり19年がダメなんだ、はい、まあそっか、3年目にして出てきてる人が、うん、まあ、ほとんどいない、だからここら辺に1人でもいい感じいたら、はい、ね、もうちょっと良かったけども、うん、ね、ちょっと苦しかったね、はい、うん、まあでもこの誰もが予想してなかった大勢投手をね、あの来年には A になってる可能性もある、うん、はい、この平内、赤星、山崎より堀田とかがめっちゃ活躍したら、うん、みんな10勝とかするように育っていけば、だから今準備段階が育ってるからね、はい、ちょっとまだ評価をするには早かったかもわかんないね。そうですね、うん、だからもうちょっとしたらもっと良くなってる可能性は十分にあると思います、はい、さあ日付も変わりまして、はい、元気注入です。元気なんですか。注入って言ったよ今、元気注入言えてました今。言えてたよ。もうそんなこと聞いてたプロ野球ニュースできないよ。できてますもん一応。そうで、言われないですよ。突っ込まないでしょプロ野球ニュースに。もし江本さんとかがなんかちょっと噛んだとしても突っ込まないでしょ大家さんとかが、ほらそういうとこだよ言えてんだから。いい、佐藤さんには言えるってことなんですか。いいじゃないですか。いや、なんて元気なんて言ったのって思って。元気玉だよ。元気玉、元気玉、元気玉知ってんの。元気玉、うん、なんかあれですか、ドラゴンボールとか出てくるんですか。知ってんじゃん。あ、合ってます、うん、今すごい適当に言ったんですけど、どうやってやると思う。元気玉、元気玉を、はい、さ作ってから、はい、その相手に、はい、攻撃するまでのちょっと所作やって。え、何それ何それ。え、元気玉って自分に注入するんじゃないんですか。攻撃に使うんですか、うん、だから自分に注入して、はい、攻撃に使うんだよね、ヒントとしては。あ、なるほど、うん、元気玉がじゃあって、うん、やってみてやってみて元気玉元気玉注入って言ってこう、わーっと下ろしてきて、うん、ここから下ろしてくるの。え、こっから下ろしてくるの。こっからこうやって、うん、なんかセーラームみたいに回転して、うん、こうさーって元気玉が注入されて、うん、体に体に、うん、で、うん、こう、わーって溜まってからのカメハメハー
まあそういうのもありかもわかんないね、間違ってるけど。どういうことですか。こうだから、こうって合ってるじゃないですか。こうじゃないから、こうやって、しかもこう、俺に元気を与えてくれって言って、はい、あの全国民と草とか動物から元気をもらって、ここにでっかくなっていくから玉が、あ、こういうのあるんじゃないんですか。と遠くにあるよ、上の方に。へで、玉、はい、できたら、はい、そのままドーンって投げて当てる。そのまま元気玉を投げるんですか。そう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 。ドラゴンボールなんか何個集めたらみたいなのは知ってますよ。何個集めるの。してんでしょ。いやいや知らないんですって。ドラゴンボール何個、何個か、7とか8、何とか8ですか。じゃあ私8が好きなんで8にします。8、うん、1個多いね。あ、7でした。あ、っていいじゃん。そうなんだ。ドラゴンボール7個揃えたら、はい、出てくるやつ知ってます。ドラゴン、うん、そう、なんていうのそれ。竜、ドラゴン竜。それドラゴン竜って言うの。竜竜って言ってるのと一緒だよ、それ。グリーンドラゴン、グリーンドラゴン。シェンロンだから。いや全然分かんないですよ。聞いたことあるやろ。神の竜でシェンロン、そうなんですか。うん、うーん、今日何の話。ソフトバンク。あ、ソフトバンクですか。さあ、ということで今日はソフトバンクのドラフトチェックというところで、19年、工藤監督、はい、走攻守三拍子揃っている選手はそういない、うん、うちは右打者が少ないので即戦力で考えて取りましたと、うん、次の世代を担う野手を取るのが急務だったんで、うん、と佐藤選手のことを言っております。はい、戦力にはまだなっておりません、ね、佐藤直樹選手。そうですね。え、今年一軍出たよ、うん、28打数3安打、うん、1割7厘です。でもファームでは3割5分打ってんだよ。あ、そうなんだ、そんなに打ってるんだ、うん、ホームラン8本、はい、しかも盗塁が盗塁少ないんだ。だからよ、もう、うん、もう2軍の帝王で終わるんかって話だよね。だから高部状態だね。高部もロッテの高部も2軍の帝王で来てて、はい、だから19年だから同じドラフトだからね。あ、そうですね、もう本当脱却できるからね、うん、2軍の帝王を。はい、いや、ドラフト2、はい、海のキャッチャーね、うん、ちょっと負けてるね、うん、1軍では40打数6安打、はい、2軍ではでも3割6厘打ってるの。だからもう早く2軍の帝王を脱却しないといけないね。あとはちょっと1軍のキャッチャーが下位に依存しすぎてるっていうのもあるからね、うん、あ、まあ、そうですね。まあ、そこら辺は監督のね、裁量もあるけども、うん、まあどこまでいけるかだね。はい、まあ、大卒キャッチャーということで、うん、ちょっと西武の古賀に負けてるね、今年1年目のね、うん、はい、でも佐藤さんも大卒で結構あれですもんね、出てくるまでちょっと時間かかったんですもんね。俺だいぶかかってるから、俺5年目で一軍定着だから。あ、そうなんですね。そうそうそう、そうか。俺はどっちかっていうと、はい、大器晩成型だから、はい、追い込み場だから、はい、先行場で割ってじゃないから、はい、あ、そうですか、うん、じゃあそれ もし俺がやってたら、はい、俺なんてボロカス言われてる。俺に自分にそう、全然即戦力ちゃうやんみたいな。全然出てこないやんって言われる、うん、2軍ではそこそこ打ってるらしいけど、はい、2軍でやっぱ打ってたんですか。俺だって1年目3割3分3厘ホームラン8本だから。すごい、2軍で。しかも7月ぐらいまでで、はい、で手首骨折して、その後も試合してないですけど。へえ、そう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 。あ、まあでも佐藤さんで5年かかったのならまあまあ、うん、そう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 、うん、まあでも俺5年からがすごかったからね。そうですね、一気に日本一だ、うん、世界一だから、ね、はい、ラッキーだった。まあ、その可能性もありますね。そうそうそう、はい、3位つもり、おつもりいいね。49試合登板、はい、防御率3点、うん、ね、これいい活躍だね。うん、そうです ね、うん、去年からもう投げてますもんね。そう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 、うん、小林10位、2軍で1割6分、うん、まあ修行が必要だね、はい、高卒だからね、うん、まあ、この大体ね、はい、ソフトバンクでも中村晃、甲斐とか高卒なんだけど、はい、6年目7年目ぐらいにもうレギュラー定着してるんだよね。やっぱ5年目ぐらいからこう徐々に来なきゃいけないからね、うん、まあ、そこに向かってだね、はい、柳町、こう今年大ブレイク。おお、そうですね、うん、途中のね、あれ怪我だったから抜けたの痛かったね。うん、でも2割7分2厘ね、99試合で出ます、うん、でまあ十分だね。で育成で、石塚、大関、伊藤、勝連、船越、荒木、村上ね、はい、いうとこ取ってるけど、大関がね、ほんと今年ちょっとね、うん、病気もあって、うん、途中抜けしたけど ね、はい、それまでの活躍はチームをね、いや本当に救う活躍としては素晴らしかったですね、うん、6勝6敗防御 3.01 ね、うん、大きかったよね、はい、で、20年20年のドラフト、はい、工藤監督、はい、うちの内野手は年齢も上がってきていると、まあ、去年と一緒のこと言ってるけどね、はい、あ
の指名した高校生たちが早く一軍で活躍できるように将来を日本代表する野手に育てたい、まあ、この年はね高卒ばっかり取ったのよ、全員高卒なんだ。あ、ほんそうだ、ほんとだ。だから井上、笹川、牧原、河原田、そして田上、うん、はいね、で育成で佐藤、中道、桑原、早、尾形、伊丹、大城、中村っていうね、うん、ところを、だからもうあの試合下は全員高卒なの、はい、だからまあね今年2年目、うん、だからまあ2年目でどうなってるのかっていうのをちょっと見ちゃおうかな。そうです、ね、まあ、評価の対象外だからね。ピッチャー田上よかったよ、うん、2試合しか投げてないけど、はい、2.45 防御率、うん、でまあ、 あの勝ち負けはついてないけどめっちゃいい球投げてた、はい、これはもうねあの未来に向けては、ね、期待だね。お正直で2軍では5勝6敗、はい、3.58、まあ、荒削りなところはねまだまだあるだろうけども、うん、ね、だから1回しあの育成落ちてたらしい。あ、そうなんですか。でまた今年の4月に試合下に返り咲いてみたいな。へだからまあそこら辺はね期待したいね、はい、で野手笹川、うん、2軍で1割9分5厘ホームラン4本、まあ、思いっきりは良さそうだね、うん、で牧原浩太、はい、キャッチャー27番、いい背番号もらってるよ。うん、2軍で2割2分5厘、ね、で、河原田純平、今年1軍1試合出てます。そうだね、2軍で1割7分6厘、うん、まあ、まだまだちょっと修行が必要だね、はい、まあ、全体的に高卒だからね。そうですね。あと井上、うん、ドラフト1位の、うん、2軍で2割5厘、うん、23試合、怪我か3軍か、まあ、分かんないけど、うん、でソフトバンク、はい、2021年、風間君は日本を代表する投手になって1年でも長く野球をぜひやってほしいファンに素晴らしい姿を見てほしいっていうね、はい、ところで、1位、ね、風間高校ですね、はい、で2位正木、3位木村、4位野村勇美、5位大竹、うん、で育成が藤野、川村、井崎、三浦、田中、加藤、山崎、佐久間、山本、加藤、滝本、三代、柳川、あ、これ、ここ違う、そこじゃない、12位までですか。12位、あ、違うよ。で、佐藤、中田、14人育成で取ってます。育成14人だよ、すごい。で、まあ、風間ね、はい、1、2軍では投げてません、うん、はい、次、はい、正木、うん、まあ、今ちょっと出てきてますからね。そうだね、うん、2割6分6厘、はい、ホームラン3本、まあ、2軍で2割6分なる。まあ、ここら辺まあね、まあまあいい感じで1年目からできてるね、はい、まさきね、名前がいいからね。ああ、同じ字で友也だ。そうそうそう、センスいいよね、はい、親が。そうですね、うん、はい、浜辺美波さん好きらしい。ああ、ちょっと便食いですね。そうなの。え、そうなの。でもあの木村大成はあいみょん好きらしい。あいみょん好きな選手多くないですか。野村勇美、はい、あの白石麻衣さん好きらしい。ああ、面食いですね。で、次が5位が大竹風雅選手、ミナが好きらしい。あ、トゥワイスの、はい、あ、めっちゃ可愛いです。私もトゥワイスのミナちゃん大好き。これ面食い、めっちゃ可愛いです。はい、これソフトバンクの話やで、誰の話してるの。いや、本当ですよ、今日脱線多すぎますよ、ちょっと今回で、木村大成投手、はい、2軍で6.43 防御率、まあまあまあ修行が必要な、まあ高校生だからね、うん、で野村勇美、なんとね、はい、80何年ぶりに新人2桁ホームラン、うん、はい、なのにまだレギュラーに固定されないのにその10本打ってる、うん、すごいよね。すごいですね。出場試合も少ないのにね、うん、その中でしっかり結果残すっていうのはすごいね、はい、足も速いですしね、うん、93、178打数だからね、うん、43安打で10本ホームランだから3分の1ホームランだからね、いや、はい、すごいね、いい感じだね。パンチ力ありますね、うん、小柄だけどね、うん、結構フルスイングするしね、はい、で大竹風雅投手、はい、1軍、ああ、1、2軍投げてない、怪我かな。本当だ、2軍も投げてないですね、うん、あのソフトバンクはね、ちょっとダメだったらすぐ育成落とされるからね、はい、入れ替え激しいからね。まあそうですね、人が多いですからね、うんうん、まあ、ということでね、はい、ソフトバンク見てきましたけども、うん、評価は C です、はい、おお、これなぜなら、はい、まあ、このそのドラフト時も言ってんだけど、うん、ね、見て分かるように、まあ、この19年はあの小林純一選手以外は大卒社会人だったけども、はい、あの20年からはもうほぼほぼ高卒なの、うん、だ今すぐ選手そんなにいりませんよっていう戦略のもとやってきてんだけど、はい、そうなってくるとどんどん本当にいるところがいなくなってるっていうところでは、うん、まあ、内野手、はい、
がだからまあキャラかぶりが多いのよ、うん、あの今牧原とかねめっちゃ頑張ってるけど、はい、まあ明石牧原、うん、柳町、うん、上林、栗原、はい、とかね、うん、そういうまあシュートもそうだけど、うん、どっちかというと小柄で足生かしてみたいなね、はい、ところが多い中でまあもうちょっとマッチとかね、はい、そういったこの大砲系を取ってきたいなっていうところで、うん、まあ高卒ではねこの井上君取って成長させようとしてるんだけども、うん、どうなるのかっていうところとそんなね、まあ、この19年の津森ね今柳町、うんまあ、ここの2人がね、まあ、やっと今戦力としてね出てきたかなっていうところはあるけども、うんまあ、全体的に言うとこれは本当の評価は5年後6年後だね。そうですね、ソフトバンクに関してはもうなんなら7、8年見た方がそうそうそう、いいかもわかんない、うん、であとまあ大関ね、うん、あの規制取ったね、はい、そうですね。だからまあそのすぐの評価じゃないね、このドラフト の、うん、の姿勢がね、はい、あまり即戦力として取ってる方が少ないですね、うん、だからまあこの全部の12球団のその、うんドラフトの通信簿としては C なんだけど今現状は、うん、でも逆に言うともう本当は無印なので、うん、評価の対象じゃないからね、はい、もっと5年後6年後7年後に、うん、そのだから今宮とか、はい、中村晃とか甲斐、うん、とか、はい、そこら辺がね6、7年ぐらいで来たように、うん、多分持っていきたいから、はいまあ、もうちょっと先だね。そうですね。でもあの柳田とかマッチとか、はい、そういった大卒の主力になっている選手たちはやっぱ3年ぐらいではもうバチッとレギュラーになってるから、うん、でも考えてみて柳田選手とかですらこうルーキーから活躍ってなかなか、いやその時まだ小久保さんとかいたからね、うん、他の層が厚いからこそ出てきにくいっていうところありますよね、うん、胸日本だとかね、うん、だかそういったところがいて、ガヤとか長谷川とか、はい、もういたところのこれ入れ替わりの中でもう、まあ、2、3年後に変わってるから、うん、逆にチームの方針としては最高だよね。そうですね、うんうん、まあでも本当の評価は本当5、6年先だね。そうですね。その中でまあ誰が出てくるかっていうところはまあチェックする必要あるけど、はい、まあ今はそのなんかいいとか悪いとかじゃないね、うん、っていう感じのドラフト戦略、はい、ホークスはね、うん、さあ最終回は阪神タイガースです、はい、さあね3位滑り込んでんのか、うん、B クラスで終わっちゃうのか、うんどうなんでしょうっていうね。そうですね、まあ、接戦ですからね、はい、今セリーグの3位争いも、うんまあ、ところですね、まあ、19年ドラフトチェックね、はい、矢野監督初めから全員高校生にしようというわけではなくて優先順位の中でそういう結果になった、楽しみです、うん、1位で取った西純也は内面と体の強さとトータル的に強さを持った投手だと思いますっていうね、奥川行って外してで西行ったんだよね。で、2位井上光太、で3位及川、で4位遠藤、で5位、藤田、で6位が小川一平、はい、だからまあ6位の小川一平以外は全員高卒、はい、で育成で小野寺奥山っていうね、はい、選手を取った中で1位ね西純也、はい、高卒で、うん、もう、ね、今一軍出てきてるからね、はい、二刀流だからねバッティングもいいしね、うん、で6勝3敗 2.93、はい、12試合登板、うん、素晴らしいね。そうですね、いい感じ。2点台、2軍でも 1.91 だから、やっぱ2軍の1点台はね、やっぱこう目安だ ね、まあ、目安いいがで、はい、2位井上光太、まあ、高卒だからね、はい、まあ、もうそろそろね、福留も中日に行って引退、うん、糸井も引退だからね、はい、まあ、もうそろそろ出てきてほしいよね。今年2試合出てますね、うん、まあ、ヒット0本2軍で2割2分5厘、ちょっとホームラン基本バンに当たったパンチ力あるけど安定感がちょっとないのかな、はい、でもまあそれ両方求めてもあれだからね、うん、まあ、もっと大きく3年目、まあ、5年目ぐらいにはね、うん、出てきてもらいたいね、はい、で3位及川、はい、去年結構投げてたけどね、うん、今年はちょっとちょっとちょっとって感じだね、うん、はい、あ1試合か1試合、うんうん、で2軍では1勝 3.98 16試合登板怪我かな、うん、ちょ少ないよね。そうですね、投げてるのが先発が2回なのに16試合しか登板してないっていうのはちょっと怪我かな、うん、で3位鈴木大翔、うん、鈴木大翔違いますよ、それ広島ですね。あ、本当だ、よく分かったね、はい、3位が及川だったわ、はい、疲れてんな。そうです、いや、これまだ2本目ですけど遠藤城だと、はい、内野手遠藤選手2軍で2割2分6厘、うん、まあまあ修行がね、はい、必要だね。でもファーム日本選手権で MVP 輝いてるからね、へー、ひょっとしたらチャンスに強いで、しかも去年の9月以降は3割4分1厘、はい、じゃあ2年目で苦しんでんのかな、ちょっとね。そうですね、うん、5位藤田健人、はい、2軍では2割5分5厘ホームライン、うん、でもいいのよこの藤田。そうなんですか。数少ない2軍の選手の中で知ってるの、はい、あのフレッシュオールスターで見たよ。ああ、
良かったよ結構、守備もそうだし、うん、だからうまく育てばね未来の正捕手いけるかもしれない。おーすごい佐田さんから。その1試合しか見てないからよく分かんないけどね、うん、でも良かったよ、雰囲気良かったと、うんうん、プレーもね、はい、で6位小川一平、一平投手、はい、6試合、うん、はい、2軍でも 4.98、うん、ちょっとあれだね、こう頑張んないともうちょっとあのチャンスあったけどね、1年目21試合投げたりね、2年目も19試合投げてね、うん、ちょっとチャンスあったけどちょっと浜地湯浅にちょっと追い抜かれていってるね。そこが今がっちり効きましたからね、ちょっと危ないね、うん、状況的にね、はい、2020年、はい、1位佐藤輝です。はい、矢野監督かなり100点に近い高校生の取りたい選手が取れなかった、うん、マイナスはあるけれども、うん、この順位でこの点選手を取れたというのもあるから100点に近いと思います。はい、俺これがねコメントが一番いいと思う。はい、だって100点、まあ佐藤輝ね、うん、抽選で引けて取れたと、はい、でも多分欲しい高校生もいたんだよね、はい、でもそれ取れなかったから100点じゃないけども、うん、100点に近いってよくない？なんか、あー、まあそうですね、正直じゃんね、うん、本当はもっと取りたい選手いたけども、うん、取れなくて、はい、誰取りたかったよな、だから満点じゃないけど100点に近い、まあいいドラフトできたよってことですね。うん、でも良かったじゃんね、うん、仮に2位で取ろうとしてたのが取れなかった伊藤取れたんだったら、いや最高ですよ、ね、ここ、はい、この1位2位えぐいよね、はい、もうこれはもう説明する必要ないじゃん、はい、やばいからね、はい、でじゃあ3位佐藤蓮子静岡で、はい、飛龍高校上武大学、うん、2軍でも1勝3敗9試合登板 5.17、 ちょっと修行が必要だね、うんうん、ちょっと制球悪いのかねひょっとしたら。で坂枝勇気保守、はい、2軍では結構出てる66試合、はい、2割4分2厘だから藤田はこの坂枝と勝負なんじゃないかな、うん、感じ的にねキャッチャーで、で5位村上頌樹投手ファームで7勝3敗 3.07 15試合登板、これじゃあいい感じできてんじゃんね、うん、ワンチャン来年あるかもね。そうですね、うん、大卒の3年目だからね、来年、うん、来年あるかも、見えるかも。で中野ね、はい、もうここは大活躍です。えぐくない3人、本当ですね、この年3人大活躍ですね。で高寺、はい、高寺も1軍出てたよな、来てなんかパンチ力、あ4試合出てます ね、うん、ちょろっと2軍で2割7分3厘、まあまあ2軍ではいい感じでできてるね。そうですね、 DC 大地18試合投げて 0.75 で防御率、2軍でもいいし、うん、でも8月4日で投げてからコロナかな、ね、ぽいよね、0点台で抑えてたらいるよ ね、 ね、いますもんね、うん、だからコロナか、コロナか怪我ですね。へー、いいね、この年すごい、うん、いいね、うん、で、はい、さあ最後にじゃあ2021年、うん、森木、はい、鈴木優斗、うん、霧島、霧敷、はい、前川右京、岡留、豊田、中川、育成伊藤亮、はい、矢野監督、森木はローテ投手という枠を超えたチームを代表するような投手と、そういう能力を持ったピッチャーだと思うっていうね、うん、まあ、まあ一軍でも投げだしね、はい、まあ、本当ストレートはねいい感じだけど、まあ、変化球のねあのキレとかね、うん、質を上げていければ本当にもっと育っていくんでね、うん、まあいい感じだね、なんかみんな素材はやっぱいいなってね、うん、おっしゃってましたね、出だしはいい、うん、で鈴木優斗、2軍で1勝1敗 8.06、 まあまあここは修行だね、はい、霧敷、私新人用、袴田さん呪いちゃう、え、なんで私呪いなんてないですよ、言ったから、0勝3敗、はい、でもファームでは 0.67 だからね、6勝1敗、うん、だからもうファームでは無双してんだ、いやそうですね、うん、だからもう2軍の帝王を脱却できるかどうかっていうね、はい、ところだね、はい、もうあとは1軍で結果残すのみ、そうですね、じゃあ来季期待だね、はい、で前川右京、うん、1割6分7厘ホームラン3本まあまあ1年目だからね、2軍でですね、うん、2軍でね、うん、まあ、修行が必要だね、はい、で岡留め2軍で 1.71 32試合、いいね、サイドギリのホームから、はい、いいね、うん、1点台アジア大学、これはもうひょっとしたら終盤上がってくるかも分かんないね、そうですね、うん、でもまあ期待だね、うん、で豊田博士、はい、1軍出てる7打数0安打、うん、2軍では2割5分3厘4本塁打、はい、まあまあこっからだね、はい、まだ中川隼人キャッチャー毎年取るね、そうですね、うん、まあ、でも高卒キャッチャーですね、でも2割8分4厘打ってる高卒なの、おいいじゃん、頑張ってんじゃん、はい、ね、うん、そういった意味では1年目からね、うん、さあということ で、 どうですか、ね、阪神の評価はこちらです、 A です、おそれはもうだって西いて、うん、ね、
佐藤輝、はい、伊藤将司で中野伊手、うん、空もそうですね。しかも今年もね森木とか、うん、まあ、一軍上がってきたりね出てきてるっていうのもあって、まあ、形式もまあ2軍ではいいしね、はい、でこの岡留も2軍でもね、はい、しっかり残してるから来年ぐらいひょっとしたら出てくるかもしれないしね、はい、これはもう A だね。そうですね、即戦力がちゃんと即戦力になってますね。なってる。そのドラフト1位の選手の結果出す確率高い、うん、あいい感じで。だって、はい、西純也だったら、うん、他の高校で宮城とかとね、はい、佐々木朗希一緒だからね。そうですね、この年の高校生すごいね、そう考えたら。うん、2019年。そうですね、で奥川ね、はい、で堀田、うん、大卒だけど、はい、いいね。いいですね、うん。わあ、でも今までのその12球団見てきた中で一番即戦力として1軍で活躍してる人数多いんじゃないですか。そうだね、だ阪神が一番いいかもね。しかも上位の選手を活躍させてるっていうところがいいね。はい、下位はもうね、うん、あのラッキーだからね、はい、そういった意味では。そうですね、まあ、DeNA も上位ね、うん、いたけどね、ラッキーもありましたけど、うんうんうん、いいね阪神やっぱ、ね、ドラフトね、はい、しかもね奥川も外れて西行って、うん、であの森木もね小園外して森木だからね、はい、でもまだ小園はね DeNA の一軍登板してないからね、はい、そういった意味では登板も森木もしてきたっていうね、うん、徐々なステップアップも生んでるし、はい、で佐藤輝はね、うん、もう今やね戦力としなくてはならない存在で2位の伊藤も完敗して中野、はい、一番いいかもね。そうですね、で阪神が今年どんなドラフトをするか注目だね、はい、そうですね、楽しみですね、はいはい、で続いてはですね、まあ、これから取り掛かるんでドラフト前には終わりますけども、はい、各球団どのようなポジションのどのような選手を取った方がいいのか、うん、現状の戦力を分析しながら、ドラフトに向けての全チームのチェックを行いますので、はい、そちらの動画もぜひお楽しみに。